ははい皆さんこんこにち高格講座民法第1回目の前半講義担当者先で始めてまいりたいと思いますで今日からいよいよですね全体構造を経てあの民法、具体的な科目に入っていきますがあのまずですねあの私のクラスに関してはあのまずそれぞれの科目の冒頭で、えー、その科目の出題だとかあの、ねえー、具体的なこれから勉強方法、目標だとかそういったものを、えー、講義ノートの1ページの方に示していきますので、えー、まず講義ノートの1ページを出してみてください。 でまずここでですね、あの民法のそもそも、ね、2024年目標の試験対策といたしまして、えー、あの科目によって司法書試験は出題数違ってくるんですがでここで、まず民法に関してはあ卓越の出題に関しては一番多い科目,あの、ね、科目となります。 であの体験の方は冊子の後ろのほうにページめくっていただくとこのねノート一ページというのがあると思うんですが、えー、まずね、えー、括弧一番出題といたしまして、えー、であの午前の部での出題となりまして、えー、ここで卓三十五問午前の部では三十五問出るんですがそのうちの二十問が民法での出題となりますで、えー、そのね、えー、ここでですね後ろに第四問から第二十三問ってありますが午前の部はですね、えー、まずうね一問目から三問目までが憲法。 そして4問目以降から民法となりますその後刑法、そして会社法、商法という順番なんですがじゃあ、あこの、ね、民法20問出るうちご自宅に届いている民法のテキストって全部で4冊あるんですが、えー、そのうちの1、2、3、4というのはローマ数字の1、2、3、4というのは4冊なんですが1冊目のこれから学習していく総則分野に関しては本試験の出題は3問だけの出題となります。 これに対してテキスト2冊目の物件部分に関しては9問の出題となります。 でなので、あ、えー、あのね同じ分あのねね同じ民法の中でテキスト4冊の中でも資、えー、材の内訳が違ってくるんですがまああの特にこの物件に関してはあの全体構造でも出てきましたけれども所有権とか抵当権ね、えー、これに関してはあ特に登記が絡むという面がありますから表書試験においてはかなり突っ込んで問われるというところになりますそして3冊目の再建分野に関してはあね資材数は4問ですね。で ブレイクスルーの厚みテキストの厚みでいうと再建が一番3冊目が一番分厚いんですがで2冊目よりも分厚いんですけれども出題内訳といたしました物件のの半分以下の4問となります。でそして4冊目に関してはあ、ねえー、厚みとしては1冊目とほぼ同じぐらいなんですがであのそこは4問の出題という形になっております。 で、えー、じゃあ、この民法20問出ますがそのうちどのぐらい取ればいいのかってとこなんですが過去2番の本試験目標といたしまして民法は最重要科目となりまして、えー、このうち18問正解が課題なんですがただ、学習のスタンスといたしましては満点を狙ってほしいんですよ満点を狙ってください。 でそしてであのです、ね、皆さんです、ね、ぜひこ,このビデオを聞いていらっしゃる時期が、まあ、あの生クラスの場合は今、3月中旬ですがであのこちらです、ね、お試し本試験の受験に関してはできれば受けた方がいいんじゃないかなと思うんですがお試しというのが今年の本試験の7月の本試験で、えー、もちろんです、ねえー、今年、まだ、ねえー、あの進路でいうと2科目目の不動産討議学習中なんですが来年本番のためのいわゆる下見受験というところでですね あの受けた方がいいいいんじゃないかなかと思いますもちろん受験料かかりますし一日潰すことになるので、まああのねえー、絶対とは言,言わないんですがただあ、このお試し音試験を受けるに際して、まあ、あの民法どのぐらい取れるのかなとういうところの腕試し的なところとそして、まあ、あの全体構造の時にも言いましたけれども、えー、特にこういった資格試験あの特に大型試験になると、えー、かなり長期で勉強していくことになるのであの最終目標としては2024年の一発合格なんですがただ、中長期的な数字 目標が欲しいというととうころでそこでまずお試し本試験として通過点としては15問は取りたいよねというところで最終的には18ぐらいは取り取れなきゃまずいんですよ。 9割取れないとまずいんですが、えー、ただ、通過点としてで、ね、15問は取りたいというところです、司法書試験の科目って特に民法に関しては、えー、民法だけで独立しているってわけではなくて、えー、次の不動産登記学習してまた民法の理解が深まったりだとかあ、ねえー、他の後ろの方で学習していく民事訴訟だとか強制執行民事執行だとかで、えー、後ろの方で学習する科目やって初めて民法の知識と相まって、えー、理解を深めていくという面もあるので。ですからあお試し 試験の時に絶対20問取れないとまずいとか本試験で9割取れないとまずいんだからお試しの時にも9割取れなきゃだめだろうとかああいうところはちょっと目標としては高すぎるのかなと思いますがただ、通過点目標としては15、ね、取るとまあ順調ですとでただ、視聴試験って年によって難易度違ってくるのであのお試しで20問取れた方もいます。 去年とかお試しの本試験で民法満点取れましたとかいう方もいらしたりはするのでそれは本試験終わった後に、まああに今年のお試し受験された方はこのぐらい取れないとまずいよねとかあいうのはそれを言っていきますあの問題ごとにこの問題は取れなきゃまずかったやつこれは取れなくてもしょうがなかったやつというのは本試験後の生の講義のところでプリント配布してお話はしますが。 まあ、そういった意味において、まあ、あの通過点目標民法最重要科目というところですね、えー、それをちょっと意識して勉強していただきたいかなというのがあ、ねえー、ところです矢印で、えー、全体構造の講義ノートの方にもその旨書いてあるんですが、まああのねえー、進度でいうと本試験直後のお、ねえー、生講義というのは不動産登記の11回目なんですよでそこで、えー、通過点としてこのぐらい取れないとまずかったとかああいうことをあの、ねえー、プリントクバットはあのお,お話しする予定です で続きまして、括弧3番使用教材といたしまして、えー、ブレイクスルーテキスト民法4冊ありますそして、抗議ノートに関しては2冊ありますがでこれはあのブレイクスルー完全対応している形でですね、えー、ノート、えー、1冊目はブレイクスルー1冊目と2冊目に対応するやつで、えー、ノート2冊目に関してはブレイクスルー3冊目4冊目に対応するやつなので、えー、テキストにあの、ね、2つブレイクスルーと抗議ノート、えー、両方使っていくんですがあそうするとページの指摘でいうとど どの冊子を指すのかがわからないと困るのでこの講義ノートに関してはブレイクスルー対完全対応する形で作っておりますのでちょっとページめくっていただくと2ページの上を見ていただくとでこの「ローマ数字1番41」って冒頭にありますよねこれブレイクスルーの1冊目の41ページに対応する話とかいう形になっておりますので,でなので冊子の指摘のページリンク入れるときにはブレイクスルーは四角でローマ数字1番2番。 と、えー、いうふうに書いていきまして、えー、講義ノートに関しては2冊ありますがでこれは○○二という形で表記をしていきますでそして、まあ、全体構造の時にも6本の話をしましたけ、えー、があの一応、講義の中で6本を引くことがあります。 ただ、毎回毎回絶対引くってわけではないのであの特に、えー、あの春生は生,あの生クラス平日夜とかにもありますが、ねえー、特に平日夜だとかあ会社帰りに持っていくときにもうねちょっと6歩もう重いとかあばんいっぱいだとかいう方はあ6歩はなくても講義を受けることはできますがただ、ブレイクスル、えーと講義のとこれないと結構きついです。 でえー、なので、あの一応忘れた方は受付の方で貸し出しはできるんですが生の場合ね、えー、貸し出しはできるんですが貸し出し用なので書き込みとか入れられないんですよ、まあ、なので、あのねえー、ちょっとまあその場合もう一回家で <laughs> 講義ウェブで聞かなきゃいけないみたいなことになっちゃうので、えー、あのちょっとテキスト忘れた時忘れないように気をつけてくださいでそして4、括弧四番民法の復習なんですがであの特にです、ねえー、民法に関しては復習がものすごく大事になってきます。 で、えー、講義を受けるのももちろんなんですがでそして、えー、復習これがすごく大事になってきましてでじゃあ,じゃあ復習ってどうやってやるのかなんですがまず、講義中に取ったメモ等に過失、えー、等を入れながらもちろん講義中はあのぜひです、ね、あのそうですすねねそう1回聞いたら私も二度と忘れませんというね、えー、天才的な能力をお持ちの方でない限り、えー、講義中は説明のあるからわかる話でも、えー、講義って、まあね、土曜日とかだと週2コマあもう1日2コマ進みますよね。 そうするとテキストがまっさらな状態だと家に帰って復習しようと思った時は、えー、講義中は分かるような話でも6時間分の私の話を全部覚えて帰るとは限らないですね。 となりますと講義中はぜひ、ねまあ、聞きながら、書きながら手を動かしながら何か作業をしながら聞き漏らす前、書き漏らす前という形で受けると、まあ、あの講義中の集中力も高まりますし、まあ、あの何たって眠くならないし何か作業をしながら講義を受けるということはやっていった方がいいんじゃないかなと思いますそしてあのメモだとかに関しても何もきれいに書こうと思わなくて結構です別に誰かに見せるわけじゃないですし自分が読めるレベルの字であれば OK です。 そしてまたあのねこここうじゃないよ、気をつけてねとか、えー、こういう引っかけあるから気をつけてねというのは講義の中でも言っていくんですがあそういったところをメモ取っていくという感じです。でその上でえで、ー、メモだとかに過失調整しながら、えー、まあ自力で読んでいただくというところでテキストを読めるようになることを頭の中で説明しながら読めるようになること、えー、これが大事になってくるんですが、えー、特にですね、えー、その説明、えー、ですねあの書き込みチェック等しながら理解の確認というのがまあ読み込みという形になります。 そそして、まあそのね、えー、復習の目安といたしまして人に説明できるくらいまでとありますが説明するためには理解できてないと説明ってできないはずなんですよ。まあ、そういった意味であのテキスト読んでくださいという形だと字面だけ終わって頭に入っているのかなということがよく陥れがちなんですがで、えー、その読む目的ですね、えー、ちゃんと理解できているかどうかの確認というところになりますから頭の中で説明をすると。 まあ実際口に出して説明をすることまではいりませんがただあのそうです、ね、過去の先輩合格者だとかに聞いてみてもあの読み込み、頭の中では、ね、説明しながらって分かってるんだけれども特に平日仕事帰りで夜だとか勉強していると眠くなったりするとかいうことはよくあるんですがでそういった時には、まあ、音読をするとこういうことをされている方は多いです。あと机に座った場合にはあ、ね、立って音読をするとこういう先輩受験生とかもいますし。 あと、まあ割と、ですね、あのそうですねえー、読む、えー、あのテキストあの机に置いている状態でこうテキストを読むとあの、まあ、首に負担がかかったりだとかあと下向くとやっぱ眠くなるというところであの割とそのテキストスタンド的なものを買ったりだとかそういうことをされているせ、えー、受験生さんとかも多いです。でえー、じゃあ,あその後なんですが、まあ、あのテキスト読んで、まあ、復習をしてからその後問題演習です。 でこれ注意が必要なのが例えばね、ね過去に法学部だとかあとねねそうです、ね、大学だとか確か区だとかで民法学習経験あるという方にとってみると民法の講義受けた直後に過去問を解くとある程度解けちゃうことはあると思うんですよ。 ただ、えー、ここが注意点なのがあの、ね、そういったとりあえず抗議受けて過去問解きますそのまま解けることもあると思うんですがただ、そうするとあの、ねえー、基礎理解という基礎の土台がなっていないので、えー、抜けるのが早いんですよ。 なのであの特に司法書試験の民法に関しては、えー、全資格の中で民法一番細かいと思います一番難しいいと思いますこれはあの、ね、司法試験だとかあの、ね、予備試験だとかの、えー、民法の担当、択、まあ、一より司法書試験の民法が一番細かくて一番難しいと思います。 でそういった意味においてとりあえずその場は解けるものでもあのきちんとした土台がないと抜けるのも早いですし応用が効かなくなってきますし何より直前期に成績を上げていくというところに基礎がないと成績伸びないんですよそしてまたあの一度きちんと理解したものであればあの司法書試験で次から次へといろんな科目を学習していくんですが残念ながら民法を離れなきゃいけない時期は来ます でえー、2科目目3科目目、まあ、2科目目に入った時にはまだまだ民法を触れる時間があるんですが会社法っていうねほぼ民法と絡まないような科目を学習していく時に会社法もかなりボリュームあるんですよ会社法をやりながら常時民法を触り続けるっていうのはあ、ね、よっぽど専業受験生で自分のことだけ考えてるいい状況の生活の方以外はもう残念ながら民法数ヶ月離れる時期はやってきます ただあ、そういった時に、あに数か月離れたときに、えー、ちゃんと復習してないと民法すっかり抜け落ちてしまうんですね。でただ、単に忘れてるだけだったらテキストもう1回読めば取り戻しできるんですがあ全く知識レベルゼロになっちゃうともう1回残念ながら講義を聞いたりしなきゃいけなくなってしまうので。 えー、そういった意味においては、まあね、講義聞いていて大体わかるような話でもじゃあ、それが説明できるレベルにもともと自分の頭の中に備わっているかどうかあとはちょっと違ったりしますのでそういった意味においては、ね、あの知っている話をもう一回テキスト読めなきゃいけないのは苦痛かもしれませんがただあ、これは過去の先輩、受験生さんとかでも例えば行政書士から司法書士にステップアップされた方で司法書士一発合格された方も、えー、民法はこれ以上ないっていうぐらいもうね復習をきちんとやっている方なんですね。 まあなので、えー、そういった意味においては逆に言うと行政書士一発合格されましたあもしくはあ大学の法学部に民法のゼミとかに入ってましたとかあいう方でも、えー、きちんと復習してない人は直前期に民法伸びないんですね。 で直前期に私、民法得意だったつもりだったんだけれども、えー、民法が全然正当率上がらないんですよと、えー、ちょっとテキスト見せてというと、えー、テキストまっさらな状態だったりとか、あ過去問も2、3回解いただけという状況だと、残念ながらそれだと、ちょっと民法では戦えないという状況になってきますので、えー、まずね、えー、民法で、えーあのね、最高の成績を取るということが、あね、司法書試験の一発合格に絶対条件となってきます。 きちんと復習をする。復習した上で次が過去問です間、まあ、違っても、えー、過去問スタートで、えー、その後テキストをざっと読むんじゃなくてまず復習をするということですね、えー、これを心がけてくださいじゃあ,あ、ねえー、過去問なんですがどのぐらい解けばいいのかなんですが、えー、過去問はレクの過去問集でいうと合格ゾーンというものになりますが、えー、合格ゾーンテキストですね、あのー、あじゃあ合格ゾーンの過去問題しあの気をつけてください過去問買うときに合格ゾーンって2種類あるんですよ 過去問集の合格ゾーンってやつと、まあ、あのね、えー、ま、そうですね、あの、参考書的な合格ゾーンテキストというものがありますが、で、買うのは合格ゾーンテキストの方じゃなくて、えー、ね、過去問題集の方の合格ゾーンです。で、えー、合格ゾーンに関して、あの、通学で通われている方は、あの、申し込んだ時にポイントついてると思うので、え、それを受付とかで使っていただくといいんじゃないかなと思いますが、で、えー、合格ゾーンに関しては、まずね、テキスト1冊目に対応するやつが合格ゾーン上です。 でブレイクスルー2冊目に対応するのが合格ゾーン中でテキスト3冊目、4冊目に対応するのが合格ゾーンがーゲット、えー、全部で3冊ありますがでこの合格ゾーンに関してはまず、えー、分野ごとにばらしてありますあの例えば、えー、令和2年の問題とか令和3年の問題という形で通して出るんじゃなくて例えばあ分野ごとにもばらしてあります。 で,えー、で、この分野に関してはあ、こういった形ですと。あの、全体構造の時にもそういった話はしたと思うんですけれども、まあ、そういった意味で、合格ゾーンはあー、どうやって解くのかで言うと、まずですね、えー、合格ゾーンに乗っかっている過去問は、平成元年以降のものが乗っかっておりますが、で、合格ゾーンに掲載されてる過去問題集に掲載されている過去問を全部解かなきゃいけないわけじゃないです。これは、科目によってどのぐらいの分量を解くべきなのかはあ、こういった講義ノートの1ページでお話をしていきますが、民法に関しては、まず平 平成20年以降分を解いてください平成元年から平成19年は飛ばしていいですですから分野ごとに後ろから解くってイメージですよね えというのも、まあ、なんで、えーね、あの平成元年から平成19年捨てていいのかなんですがあの特に過去問に関してはあの民法ってそれだけでもスタイルがすごく多いんですよ。で、えー、そうするとじゃあ,あ広く12回解くよりは絞って絞ってそこを3回から5回、まあ、8回解いた方が知識としては定着するんですね。 で、23回しか解かないやつってのを抜けるの早いですしちょっと見たことあるレベルになるんですよちょっと見たことあるレベルだと本試験では正解番号出せないんですね、えー、なのでまず絞って絞って、えーねあのねえー、過去15年分ないしは14年分ねあのお持ちの過去問が今売ってる過去問だと令和4年まで乗っかっているので。 ねえー、平成20年から令和4年まで解いていただきたいんですが、ねえーまあ、直近15年分ですそしてまたこの絞る意味なんですが科目によってはもう、ね、平成元年から全部解いてくださいって科目もあるんですが民法に関しては平成一桁台もしくは平成10年代の時代の出題と今の民法の出題って出題傾向結構違うんですよ例えば平成一桁ぐらいの民法の出題だと、えー、問題文が民法に関しては短いです でも最近の民法の出題って問題長文なんですよほどと,ほとそうすると短い文章、まあ、短い文章って割とぼわっとした問題で指示、えー、も甘かったりするんですでも、えー、かなり細かい事例式の問題が近年の民法多いんですねとなると短文のぼわっとした問題をいくら解いても最近の傾向にはあまり役に立たないというところもあったりします まあ、そういった意味において、なんかね、やる気のある、やる気のあらわれして、いや、そにこってたけども、全部解くんだというと、全部頭から解こうとすると、後ろの方が手薄になるんですよ。でも残念ながら一番解かなきゃいけないのは後ろの方なんですよ。というところで、あの分野ごとに後ろから解くと、平成20年以降分を解くとこういうことこ、ね、これを、しかもそれを3回から5回は最低でも回してほしいと。 ここういういところで絞ってその問題を仕上げるとで全体構造の時にも言いましたけれども、えー、過去問の、えー、正答率に関してもですね,、まあねえー、2 0三角バ×をつけてくれということを全体構造の1回目でお話をしました忘れちゃった方は全体構造の講義ノートのほに載っかっておりますから見てください、えー、全部司法書試験ってまあ、ね、あの5足ですね、えー、5つの設問が1つの問題にあるんですがで、えー、そして、えー、ほとんどのもう9割以上が、えー、5つの設問のうち 正しいものの組み合わせはどれかという形になってるんですよ「あいうえお」と5つの説問があって下に組み合わせ見ると「あい」とか「あえで」そして「えーねえー、いう」とか「いお」とかなってたりするんですねでそうするとまず「正しいもの組み合わせはどれですか」って言って「あ」を解きました「あ」は絶対に間違ってると思った「あ」は絶対に間違ってると思ったら本試験だと下の組み合わせで「えー、あ」とペアになってないもの おね、飛んでいただきたいんですよ。まあ、消去法とかで答えを出すと。で、えー、いうことも、まあ、していかなきゃいけないんですが、ああ、となるとですね、まずう、そういったことをしていただいて、で、答えを出すんですが、ただ、家ではそれ絶対やらないでください。家では、あね、あの、例えばですよ、あね、あの、さっき言ったように、あは絶対間違ってると思った。じゃあ、あとペアになってないものを次思うとか。 あで次「う」を読もうとか「う」読んだらこれ絶対正しいと思って「う」とペアになってるもので、えー、あの答え切れるとかいうことあったりするんですがただ自宅演習の時には組み合わせに頼って正解番号を出せたとしてもただそこで読んでない問題から知識吸収できてませんよね、えー、なのでご自宅で解かれる時にはまず全足解いていただいて全足先後判断できて正解できた問題は20丸。 でそして、えーね、組み合わせに助けられて答えは出せたけれども分からない質問があったといった場合にはその問題はまだ完璧じゃないんですよ。そうすると丸二重丸は、まげられないんです、ね、でそして最後の二択まで迫れたけれども二、ね、択で落としてしまった問題は三角でほぼほぼ分かんなかった例えば一つ二つは分かったけれども、えー、ただ、迫れてもない二択でもない、えー、ほぼだめといった問題は×。 二十丸丸三角バツこれを日付とともに記録してってください過去問の問題ページのところにそれ記録する欄がありますでそうすると二十丸連続三回丸を目指してほしいんですよ正解できたレベルじゃダメなんですね残念ながらだって、えー、それだと組み方変えられると今度正解不正解になっちゃうでしょ。 まあ、あくまでも過去問の、ね、過去問を解く意味はあ正語判断できるかどうかではなくて解いて間違ってもいいので覚えるためのツールと割り切ってください。となりますと全、ねえー、足正語判断できてなんならここがまずいからこれツなんだよという理由付けまでできるということがベストになってきますからそれを意識して解いていってくださいというところです。で そそしてまああのそうですね、えー、丸2番とありますがトライアルテストチェックテストとありますがあの私のクラスでは全科目に関して元ネタ過去問で、えーね、満点目標のトライアルテストというのを最終回で配布しますで、えー、民法だと80問全部で出しますが一問一答形式です、元ネタ過去問ですですから解いたことあるはずの問題なんですよ。 解いたことあるるはずのの問題なでで満点取れそうに思えるでしょう、ね、ただ、えー、過去もう何年もやってますが過去一発合格された方でも民法満点っていまだかつていないんですねでも過去問ですから元ネタ過去問なのでやってるはずなんですよ、ねえー、ただ市場は毎年毎年史上初のトライアル満点狙いますとか言われるんですがただあ、ねえー、79とか78はいっぱいいるんですよ でやっぱ満点の壁ってそれだけ高いんですがぜひトライアル満点これを目指して頑張っていただきたいかなと思いますで全科目トライアルテストを実施するんですがそうするとトライアル最低9割目標満点ということで過去の一発合格者見ててもそのトライアル常時9割は超えているという方はかなりその可能性高まってくると。 というところであの、ね、頑張っていくのに、まあね、とりあえず過去問3回から5回解いてくださいだけだと、えー、3回から5回回したということ、えー、これを意識してしまい,しまいがちなんですがそうじゃダメなんですよ、さっき言ったようにあくまでも過去問は解いて覚えるためのツールなので全詞、正語判断できるかどうか一問一答形式で満点を目指して学習していくということがすごく大事になってきます。 そうするとあの、ねえーまあ、過去の受講生さん見ててもですね、えー、今、1個未来の皆さんの2023年ね、えー、1個先輩の受験生で、ね、トライアル満点目指して民法を頑張ったんですよ、同じ春生の方です、えー、民法満点目指して頑張った確かね79とか78だったんですよ、あんなにやったのにやっぱりあそうかそうかと落とした問題を見るといつも最後の2択で落とした問題だったんだと。 でそうすると、ねあのー、悔しい、じゃあ不動産投機で満点取る、えー、不動産投機も残念ながら満点取れなかったあ9割を超えてるんだけどねでそして、えー、悔しいじゃあ絶対会社王でリベンジするで会社王からその人全科目会社王以降の全科目は全部満点取れてるという状況で,でトライアルで満点取れるとすごく貪欲になってきます。 ね、その先まあねあの手応えがあるので、えー、そうなってくると貪欲、えー、に次の科目次の科目とに進んでいけるのでそしてまたあ、ねえー、満点取れるレベルに勉強してると、まあ、ある程度離れてもさっき言った抜けにくくなってるという状況なのでちょっとね、えー、9割かな8割とか7割ぐらいだと、まあ、残念ながらそれはまず復習が足りない過去問演習が足りないということになってくるので、えー、そういった意味で、えー、ご自身の学習の指示にも出てきてくるかなとは思います。 ちなみにトライアルテストに関しては過去問の中でも超重要論点とまあ でそうですね、えー、初めて出たよみたいなマイナー論点がミックス混在してたりするんですがであの講義の中でも、えー、ここはね、えー、あのやります、ここはいりませんチェック、カットというのは全体構造と同じように言っていきますがカットのところから出しません講義の中でもチェックでなおかつ各自読とどいてじゃなくて、えー、チェックのところでなおかつ講義の中でゴリゴリ説明したやつから出題しますからトライアルテストで出てくる問題は全部超重要論点なんですよ。でそれをちょっと落とと落しているようではやばいと いうところになってきますがまずはトライアル満点これを目指して頑張っていただきたいかなと思います。でその上で、まで、あ、チェックテストとありますがこのチェックテストに関してはご自宅に届いているレックから届いている問題集になりますがちょっと下の括弧六6番見てください。ね この択一式到達度チェックテストとありますがこれはもうご自宅で演習するやつなんですがであの、ね、分野ごとに分かれておりますがで全部で民法に関しては6回分ありますが1回あたり20問となりますがこのチェックテストに関しては相続、ブレークスルー1冊目ですねその範囲済んだらぜひですねそのチェックテストをやってみてほしいんですよ。 でこれは初見の問題となりますから過去問じゃないです、えー、初見の問題となるので20問中17問正解を目標にやっていただきたいかなと思いますで、えー、皆さん、えー、春生で、えー、先行してる秋生を追っかけてるという状況ですが今先行してる秋生がちょうどチェックテスト1回目をお、ね、終えるぐらいの時期なんですよ まあ、先行している空き巣って今、物件、えー、テキスト2冊目やっている状況なんですが、えー、それを皆さん、ね、週3コマペースで追っかけているという状況なんですが先行している空き巣で相続、まあ、で、えーね、あの17問取れたとかあ、ね、19問いきました1問落としました悔しかったですとか20問取れましたとかいう方もいれば、ね、チェックテスト、えー、15問でしたあで、えー、15問だった時に、ねえー、その時に、えー、ご自身の復習を見直すきっかけにもなったりするんですよ。 そう言われれば、えー、結構ミスが多い分野に関してはあ苦手をそのままほったらかしといたままだったとかね,ねちょっと仕事忙しかった時期なので過去問演習が手薄だったとかあっていう、ね、弱点があぶり出せてくると思うのでこのチェックテストに関しては進度に応じて解いていくとで結構ハードル高いですよおなので、えー、ただあ、ね、言っても17問以上は取ってほしいかなと思います。 でこれごご自自宅宅にに届いいてるやつでご自宅演習というものになりますで特に講義の中で時間割いてやるようなことではないんですがご自宅でやっていくでちなみにこのチェックテストに関してはあの、ね、特に忙しかったりなんかすると20問まとめて解くということに結構時間かかったりすると思うのでチェックテストは20問まとめて解かなきゃいけないわけじゃないので10問ずつに分けて解いても構いません。 ただあー、ねえー、これもね気づいたらねチェックテスト丸々残ってますみたいな状況で直前期になったりすると、えー、それはちょっとやばいので、えー、片付いてるものを1個ずつ増やしていきたいので、えー、チェックテストに関しては、えー、テキスト1冊目が済んだらやるというところで、えー、ご自身なりに実施を定義をある程度組んでおくと多いいいんじゃないかなかと思いますで講義の中でもそろそろチェックテストやってくださいねということは言っていきます。 まあそれを送れをずにいいと,いうところですでなるとチェックテスト受けるためにはあね上のところまず丸一番の過去問が解けてないと話にならないという状況になるのでよろしいでしょうか。 あとです、ねえーね、丸三番なんですが丸一と丸二、3回連続二十丸ようになったらプラス5年,5年分というのは過去問5年分とありますがただ、あのこれね、春生あのここの収録に関しては通信に回すやつじゃないので、えー、申し上げられるんですがあの一応、ですね、えー、池袋生クラスの通学の受講生さんに関しては生クラス問題集というのは民法最終回で配布します。 まあなので、えー、生クラスの問題集を配布するので、えー、過去問を遡って戻らなくても丸一丸二の後生クラスの方には生クラス問題集高機能時形式の民法の問題集まあ大体民法で四五冊あります、えー、それをお配りしますのでまあなので、えー、生クラスの場合には丸三よりは生クラス問題集を解いてほしいとういうところです。 まあ次から次へとやらなきゃいけないものがどんどん増えてくるので、えー、ですからあ丸一番が消化できてないようだと結構厳しいというところになります、えー、そして、番、えー、さっき言ったトライアルテストに関してはこれご自宅編習なんですがあ満点目標にしてくだ、えー、ね満点取ってくださいねというところと最低9割です。 でそして、えーまあ、過去問から出題で、えー、一問一答形式で80問で、えー、民法最終回の版書にアップしますとありますが版書というのはあ講義ノート以外にその時々に配るプリントなんですが生の方は紙でお渡しします。 ただあ、ね、生の方でもしばらく生クラス出てこられないとかいう方はあの、ね、PDF でお渡しすることもできるのでその場合には教えてチューターで私の方に直接メッセージいただくことができますよね、えー、教えてチューターであの生クラスで、ね、トライアルテストくださいと言っていただければあそれはお送りできますのでおっしゃってください。 ね、最終回の晩鐘ですが、まあ、あの大体どのぐらいまでにやるのかというのは不登法10回目ぐらいまでには済ませることってありますが民法最終回済んだらすぐにトライアルできるかというとそうでもないんですよ民法の後ろの範囲の過去問だとかまだ12回転しかできてない状況だと思うので民法過去問も3回から5回回してないと残念ながらトライアルで満点レベルに上がってこないと思いますから遅くとも不登法10回目ぐらいまでには終わらせてください。 逆に言うと不動産登記10回目ぐらいまでになると不動産登記の復習だとか問題演習不動産登記って記述もありますからねそれが忙しくなっている時期なんですよなので不動産登記そっちのけで民法をやってると、えー、次不動産登記いつやのって話になりますから、えー、そこも気をつけてください でそういった形でまあ民法を進めていきますがあの特にです、ね、民法は具体的な話が非常に多い、えーねえーですね、あの、まあ、事案を自分で作って悩むということをされがちなんですがただ、全体構造の時でも言いましたけれども、まあ、あのね自分で事案を作って悩まないようにしてほしいかなと妄想事案は基本試験に出ませんというところです。 ではあこれから「ですねブレイクスルーテキスト」ですが全体の構造のときにも言いましたけれどもあのチェック、カットという形で進めていきますやるとこチェックいらないところカットという形で進めていくので、えー、まずですねちょっと3ページを出してみてください。 でえー、この3ページに関してはあの民法除雪とありますがこれから民法のブレークスルーテキストでこのページでよく出てくるんですがこのナビゲーターズボイスという部分に関してはこれはここからこういう話をやるんだよというイントロダクション的なところなのでここはもう読まなくてもいいです。 あの読んでいただいても構いませんが試験に直接出るような話じゃないので、あのーねえー、特に、あのー、講義の中では試験対策としてはやらなきゃいけないわけじゃないのでチェックともカットとも言いませんが、まあ、あのそういったページなので、えー、特に何も触れません気になったら休憩時間だとかあ、ね、講義開始前とかにも読んでおいてねぐらいです。 あと、ですねこれからちょっとね、えー、じゃあ、これからちょっとチェック、カットを言いながらお話をしていきますが、まず4から6はチェックなしです。4ページから6ページはチェックなし、もうカットです。チェックなしイコールカットですが、チェックなし、カット、チェックなしとカットは同じ意味ですが、あのチェックなし、カットといったところは、もう復習時に読まなくて結構です。 そう言われるとなんかねテキスト乗っかってるから読みたくなるかもしれませんがただ、それでなくてもこれから民法たくさんの知識入れていきます、えー、読むところ減らしたいんですよ試験に直接関係ないようなもの、えー、出題されないようなものそしてこれから問題解いていくのに必要とならない、まあ、ここやらなくても大丈夫だよといったものはそぎ落としていきますので逆に言うとチェックの箇所は23回読んでほしいんですよ。ですから ねえー、全部テキストを1回こっきり読むよりは絞って絞って大事なところを23回読んでいただきたいというところでチェックかと言っていきますから、えー、4から6はチェックなしですだってもう5ページの図とか見ていただくとこ,ろこれ全体構造でやった話でしょ売ります買います申し込み承諾の石王子のガッチで全体構造でやったやつなので。 ですから、まあそういった意味では、もうね、4ページから6ページまでカットで。ちなみにですね、ちょっと6ページなんですが、一応ね、カットなんですが、これ全体構造でやった話なんですが、冒頭のおね、タイトルですね、あの、全体構造の時にも言いましたが、関数字タイトルを横1、横2と言っていきます。で、その下の、1番、通説、3例とあってありますが、これ、縦1、縦2と言っていきます。ね横2、縦1。まあ横2番の法律の解釈ってあるでしょ。 解釈っってて全体構造だったら私は覚えてます何でしたあのねこのアパートに猫を飼ってはならないっていう答えでやりましたが類推解釈とか目的論的解釈だっ,ったじゃないですかで、えー、あの話なんですがで、えー、それを示した基準として一番縦一番通説判例というのがあるんですがこの通説っていうのは、えー、学者の中でも最もポピュラーな考え方でそして判例裁判所の見解 A 判例ですと。 というところで民法に関しては基本的には判例、えー、これが出題されることがほとんどですで、えーね、この通説判例に関しても少書化試験としても正しい知識としたら判例これを学習していきますあと縦2番なんですがこれもチェックしてないのであの、ねえーあのー、復習時に読む必要はないんですが縦2番言ってることは分かれば OK なんですが法的三段論法についてってありますね で、証、え、書、ー、試験においては記述式の試験はありますがそれは論文ではありません記述式の試験は登記法において出題される登記の申請書を書かせるという記載あのね記述式の問題なんです なので論文、えー、何かを論じるということはしなくていいんですがただ、これから法律学習していく上で、で、ま、はあ、一応文章、文法律の文章ってこうなってるんですと知っておいてほしいのが三段論法っていうのは、ねえー、あのそもそもねこういった規定がありますよ今回、こういう事案ですだからこうなるんですというのが三段論法なんですよ。 ここういううい規定ががあります。す。今回の字画がこうなんですそれを当てはめてだからこうなりますとおういう結論づけるそういった文章の組み立てを三段論法と言っていきます。ただ皆さんはあ何か文章を自分で書いたりすることもないですしまあ,あの記述式において簡単にね、えー、登記できない理由を書きなさいとか言われることがあるんですがただそれは三段論法を意識して書かなくても十分なのでただ法律の文書ってこうなってることが多いですということぐらいが分かれば OK です。 あと、縦3番の解釈の方法ってありますがこれも全体構造でやったやつなのでもうここは結構ですここで読まなくて結構ですあと7ページですが7ページに関しては一応ですね全体構造でやった話ではあるんですがただちょっと大事なのでチェックだけでれおきましょう、えー、横3番真ん中のところ、えー、画面にも映しておりますが横3番ですね、えー、民法の指導原理というところでちなみにあのチェックカットのチェックの色は私特にこだわってはいないので、ね。 あのねえー、チェックは絶対にオレンジとかいうこと決まってるわけじゃないのであの、ねえー、そこはあ,のあんまり私の色には気になさらなくて OK です。で、えー、民法の指導原理ってありますがこれ全体構造でありましたね覚えてます全体構造の最後の最後であったやつ。で、えー、権利能力平等の原則所有権絶対私的自治そして過失責任の原則とありますがで、えー、特にこの中でも民法でよく出ていくるのが私的自治と過失責任の原則というところで覚えてますか でちょっとやばい、ね、なんだっけと思う方は全体構造三3回目で学習していますので全体構造であった話を改めて見てみ一方の中で,5回5回で同じことを説明していくことは時間の都合上もできないので,でちょっとやばい、えー、なんだか分かんないそんな話あったっけという方はちょっと全体構造戻って復習してみてくださいでここのチェックに関しては図表のすぐ下の括弧中までチェックしていただいて以下の文章はもうカットで結構です。以下の文章をカットで結構 で続きまして八ページもカットで結構です。八ページもカット。なので前のページの図表で十分です。で続きまして九ページですが、九ページもこれなナ,ナビゲーターズボイスなのでカットです。で次十ページ十一ページは全チェックです。え十ページ十一ページ全チェック。 ちょっとある程度まとめて言っちゃいますね12ページは12ページは画面に映しておりますが冒頭の図表チェックです冒頭タイトルから図表までをチェックで、そして12ページの文章途中なんですが文章途中に青色の字ありますよね青色の字通説は生きて母体から完全に分離したときそこをチェックしてください生きて母体から完全に分離したときそこをチェックです そこだけで結構。で、その下、横三以下をチェックです。横三以下をチェック。で、欄外チェックです。え、欄外チェック。横三以下チェック欄外チェック。で、次十三ページもまとめて言っちゃいます。十三ページは。まず冒、えー、冒頭から、冒頭から、十行目までをチェックなんですが、えー。もちろんの上までをチェックです。えー、冒頭から、十行目、もちろんの上までをチェック。 青色の字のちょっとすぐ下です、えー、もちろんの上までをチェックでもちろんからの八、えー、行を飛びましてその下グレ、えー部分の推論対策以下チェックね、グレー部分の推論対策以下チェック,、えー、ェックで欄外全チェックです欄外全チェック欄外は全部チェックです欄外は全部チェックですね で次十四ページはですね、十四ページは冒頭からチェック、本文冒頭からチェックしていただいて、一番下に判例ありますね。判例の上までをチェックしてほしいんですよ。冒頭から図表の九までをチェックです。冒頭から図表の九までをチェック。判例以下カット、欄外カットです。判例以下カット、欄外カット。でとりあえずちょっとこちらまでにいたしましょう。 で10ページですで10ページでここから自然人とありますが自然人ってこれも全体構造で出てきた言葉なんですが覚えてるでしょうかで、えー、じゃあね全体構造でどういった形で出てきたのかというと、えーねえー、権利能力という言葉覚えてます 代理のところで出てきた権利能力という言葉あ権利能力に関しては代理でどういった形で出てきたのかっていうと代理における効果帰属要件とういうところでそもそも、ね、例えばですよあ A が本人 B が代理人相手方 CC の土地を買ってくるという時に A さん自分自身で契約に行かずに代理人 B に頼んで買ってきてもらうと。 いいった場合においてて A ががが本人人 B が代理人そして C が相手方じゃあこの時にですよ代理における効果帰属要件といたしまして B さんが A の代理人として契約を締結するわけですがその時ですよ、えー、効果帰属先である A に権利能力が必要ですと。 本人の権利能力これが代理の効果貴族要件の一つでしたじゃあその権利能力っていうのは権利や義,義務の帰属主体となることができる地位資格として権利能力を有するのは人ですよ人には自然人と法人があったよねと自然人というのは我々人間のことでこれからこの自然人について学習していきますって話なんですがじゃあ民法では今言った権利能力以外にも何たら能力って言葉いっぱい出てきます その下の図表をご覧いただくと、民法の各能力の意義とありまして、えー、このね、一番上、権利能力というものが、司法上の、司法というのは民法とかね、えー、司法上の権利義務の帰属主体となる地位資格、まあ、市民社会の一員である資格なんて書いてありますが、まあ、例えば、誰の所有物ですか、あーね、えー、所有権持ってますかとか、そして、えー、例えば、お金を借りたならば、債務がありますよね。ね、これは義務でしょ。 えー、権利や義務の帰属主体となる地位資格のことを超える権利能力と言っていきます。で、じゃあ、権利能力に関しては我々自然人ないし、法人が持っているというところになりますが、で、えー、じゃあちょっと下の図表を4見ていただくと、年齢で言うと、まあ、おぎゃーと生まれた時から人間は権利能力を持つんですよ。で、えー、死亡まで権利能力を持っていますと。 で例えばおぎゃーと生まれたての赤ちゃんに関しては自分でこうしたいああしたいもまだのない状況おだけれども権利能力持ってるんですとそしてまたあ亡くなるままで権利能力持ってます、まあ、場合によってはですよ亡くなる前しばらく昏睡状態が続いているという状況もあるかもしれませんがただね昏睡状態で、えーまあ、意識がない状態でも責任能力は持ってますと。 じゃあこれに対して図表上のところ、えー、2つ目意思能力に関しては事故の行為の結果を弁識するに足るだけの精神能力とありますがまあそれがちょっと年齢でいうと下の図表、えー、見ていただくと大体67歳小学校入学前後ぐらいで備わるというところになりますまあなので例えばですよ幼稚園生とかでおままごと的に「えーねえー、これ大根ください」みたいな八百屋さんごっことか「あねえー、このパンください」とか言ったりはできるでしょ だけれども、ただ、あそこはあ大体ですね、お金を払ったら自分のものになるんだ物を買ったらお金払わなきゃいけないんだということがちゃんと分かっているかどうかまね事的なおままごとレベルではなくてというところが、まあ、大体小学校入学前後ぐらいに備わるかなというところです。 で年齢で言うとそうなんですがただ、ね、えー、このね、えー、下の図表の4のところで言うと、えー、意思能力は大体6、7歳ぐらいから死亡までとなっておりますがただ、これ残念ながら亡くなる前のさっき言ったね,ねもう意識不明、昏睡状態ですという状況の方はもはや意思能力はないという状況ですね。ででで、えー、例えばそれ以外でもですよ まああの皆さんでももしかしたら飲んでベロベロにデイ水状態になってしまうということまあないとは言えないですねね、えー、飲んでベロベロになった状態で言うと一時的に意思能力のない状態というのは起こったりします。 あとですね、えー、上の図表を見ていただくと、責任能力とありますが、不法行為の面で事故の行為の責任を弁識するに足る精神能力とありますが、で、これがちょっと民法と刑法とかでは違ってくるんですが、で、この責任っていうのは、例えば全体構造であった不法行為責任とかですよ。で、例えば全体構造で言ったやつだ,やつだと覚えてます、えー、民法709条で、 7 0条自体はちょいちょい出てきますと言いましたけれども恋また過失によって他人の権利を侵害したものは損害賠償責任だと例えば A が B をこの野郎って殴ったコインを持って殴りました B が怪我をしました殴った A は損害賠償責任を負いますとじゃあそれがですよ大人だったら当然なんですがじゃあ小学校の例えば低学年の A 君が B 君を突き飛ばしました A 君が B 君を突き飛ばした そうすると小学校低学年だとじゃあ,あね突き飛ばした A 君も悪いけれどもおじゃあ A 君にじゃ損害賠償責任を負わせるのが妥当ですかねっていうとそれは親だとか教師の保護監督責任っていう面もあるんですよ。よってこの責任能力は大体11歳、12歳、えーえーですね、11歳12歳小学校高学年ぐらいで備わると。あ多少個人差り というところで、まあ、こういったものは責任能力ですねただ民法でこの責任能力が出てくることはあまりないです、まあ、なので何たら能力の中でも結構大事になってくるのが、えー、下の授業で言うと、えー、このね権利能力意思能力さらにちょっと下降りてください、ね、画面の方に写しておりますがでその下ね縁組能力だとか遺言能力婚姻能力はテキスト4冊目でやっていきますから一旦ちょっと確保でしておいてください でそして一番下縁組能力あの普通用をやってありますがそれも一番下の格好、えー、で結構、えー、これあのローマ数字四というのはテキストブレイクする四分冊目のことですで下から二つ目の行為能力というものがこれから民法では大事になってきますし今日これからやっていくやつなんですがねじゃあねこのね、えー、縁組能力だとかちょっと一旦飛ばします。 で行為能力とありますがじゃあちょっと行為能力上の表で見ていきましょう、えー、行為能力というのは自らの行為により法律行為の効果を確定的に事故に帰属させる能力資格とありますが例えばですよじゃあ、えー、ね、えー、そうですね、えー、じゃあ,あじゃあ15歳十五歳の、えー、中学生だったら高校生中学生3年生かな十五、えー、歳が物を買いました 15歳が物を,を買ったら自分でお金払わなきゃいけないという、まあ、意思能力は中学生ですからそのあっていますよね。15歳だったら備わっています。ただやはり民法の考え方でですね、未成年者はまだまだ未熟だという考えがあるんですよ。 となりますと例えば高額な契約を売ります買いますとかで行ったあ、ね、全体構造でやったやつだと売ります買いますで契約は成立してるし債権債務は発生しますだけれどもじゃあね15歳の A 君がおじいちゃんの形見でもらった高級腕時計を友人にこの時計1万で売ってやるよと言ってああと思った同時計ロレックス1万かと思って、えー、1万で売ってしまった。 ね、売ります買いますって契約成立してるんですよだけれども、ね、そのようなちょっとまだまだ未熟な状態でやってしまった契約も契約成立だから所有権に転してますよおじいちゃんの大事な時計手放してしまわなきゃいけないのかっていうとやっぱちょっとそれはかわいそうだねとこういうところで、えー、この行為能力に関しては単独で完全に有効な契約ができるかどうかというものなんですよ ですから契約は成立はしているんだけれどもそれが早まったとか言った場合にはその契約を後から取り消すことができるという取り扱いになっています今日その話はまた後半講義でやっていきますまあそういった意味において未成年者に意地悪をしているとかではなくてまだまだ未熟だからこれしょうがないよねというところで契約を取り消すという形で処理をしていくということになります。 まあなので例えばレックの口座とかでもそうですしあ,の、ね、ある程度の金額発生するような契約だったりなんかすると、まあ、親の同意をもらいなさいと親の同意をもらった上で契約を締結したらその契約は単独でやったわけじゃないから完全に有効と取り消すことができないとただ単独でやってしまった場合には後から取り消し取り消しは全体構造だったように訴求的に無効という効果でしたよね 訴求的に無効にさせることができるだから時計返してくださいとか言えちゃうわけですよで、そのようにしてまだまだ未熟なものを保護しようという発想がありますで、えー、単独で完璧に有効な契約ができる能力のことを行為能力と言っていきますじゃあ次十一ページご覧ください でここから権利能力という言葉を学習していきますがでちなみにこのブレイクスルーテキストの作り方なんですが単元ごとにですねこれから権利能力って話をやっていきますでグレー部分のすぐ下に学習の指針ってありますねこの学習の指針というのとあですね、ここではこういうことをやりますよというのはざっくり簡単に書いてあるやつなんですがただ、この学習の指針に関してもさっきのナビゲーターズボイスと同じで特に読まなくて結構です。 まあ、なので、えー、そこはチェックともカットともこれから言っていきませんが、まあ、あの、特にこのページ、全チェックと言っているので、えー、ここも大事かというと、まあ、そういうわけでもないです。まあ、なので、えー、この、えー、学習の指針は、なんかね、分かんなくなったらこういう話かっていうのを見ていただく分にありだと思うんですが、えー、ただ、あこの学習の指針はもう読まずに講義の中でも飛ばしていきます。そして、その下に条文ってありますね。 で、そこに条文3条ってありますが、で、ここの単元で出てくる条文がこれですってやつなんですが、で、ただ、えー、ブレークスルーに乗っかってるものだけで大事、十分ってわけじゃないので。まあ、なので、えー、ここで扱う条文、まあ3条ってありますが、まあ3条以外でもこの単元では条文ちょっと扱っていくので。 まあねえー、ここにのっかってる条文だけで OK というわけではないので民法に関してはあ特にここは引かなくていいですといったもの以外は復習の時には出てくる条文はできるだけ引いてほしいんです条文が強みできるようになることこれもすごく大事になってくるんですね、えー、特に実態法民法とか会社法は条文が大事です てというこであの、ねえー、6本、ねね、あのご用意くださいって言いましたけれども、えー、6本、これも丁寧に引いていくこと復習時に、まあ、6本読めるようになること、えー、これも大事になってきますと。まあ、なので、えー、ここにのっかっている条文、まあねあのー、参照することもあるんですがあの6本、ねねあのーねえー、じゃなくてもうここにの条文乗っかっているかということもあるんですがで今日もこの中あです、ねえー、あの3条以外にも見ていきますと、ねえー、とりあえず、まあ、この乗っかっている条文はこれだけでいいってわけじゃないよと。 持ってください、ね、ちなみに単元によっては条文がめちゃめちゃ載ってるものもありますちょっとページ開いていたと18ページ見てください。18ページ行為能力というページこの「行為能力」っていうのは単独で完璧な有効な契約をできる能力のことを行為能力とありまして18ページ19ページで全部条文のページでしょ。 まあ、条文多いんですがただあ、ねえー、ここもまあこれだけでいいですかっていうとそうでもなかったりはしますの、ね、で、まあ、なので特に条文ので箇所に関してはチェックカットとも特に指示言いません条文のページに関しては特にチェックともカットとも言いませんただ欄外に制度趣旨ってありますよね欄外の制度趣旨に関しては復習時に見ておくとその単元で重要な条文に関してこういうものですよっていうのがわかると思うので。 特に、講義の中で、えー、この制度趣旨だとかを読んでいくことはいたしませんがで条文のページはチェックともカットとも言いませんがこれはこれからやっていく全科目に共通する指示として、えー、条文のページは特にチェックカットの指示はしませんただ、制度趣旨に関しては復習時にはあ読んでおく方が良いと思います。読んででおく方が良いといとう位置づけです。 まあよろしいでしょうか。まあなので戻ってください。11ページですが、11ページは一通りも全チェックと言いましたが、11ページの条文がすごく大事というわけでもなくてですね、11ページ乗っかっているもの以外でも必要になってきます。で特に欄外の制度趣旨に関しては、特段そこに言及はいたしませんが、復習時の時には見ておいてねという位置づけです。 じゃあ中身なんですがその下の横一番から創設とありますが創設の文章は見ておいてください下の図表語で見ていきますがで、えー、下の図表語で私権の主体イメージ図ってありますが私権というのは司法上の権利のこと民法上の権利、ね、ですからあ債権、債務だったり所有権だったり抵等権だったり司法上の権利のことですね、えー、私権の主体となることができるのは下の人ですよと。 で人に関してですが、コンファー、CF というのは比較とか参照という意味なんですが、コンファねで、えーね、動物はたとえ知能が高くても権利能力なしということで、全体構造の時には、あのね、犬はペットの一員であったとしても、民法上は権利能力の主体、えー、ですからポチの家たら間違いなんですとかいう話を全体構造でしたと思うんですがで、えー、そういった話です、そうすると、人は権利能力を持っています、人には2種類ありまして、左側、自然人ね。 我々人間のことでここで出てくる論点として自然人はい図からいつから人になると、まあ、何なのかっていうとお母さんのお腹の中にいる状態の赤ちゃんはどうなんですかとかいうことが論点になってくるんですよでいつ人で亡くなるっていうのは、まあ、亡くなった時に人で亡くなると死亡によって権利能力を失うというところですで次右側見てもらうと法人は 法人はいつから人になりますかいつ人でなくなるんですかってのはこれ会社法とか商業登記で詳しくやっていきますが、まあ、法人にもいろんな種類がありますが、まあ、大体が登記で会社は出来上がります。でえー、じゃあいつ会社でなくなるのかっていうともうこれ詳しくは会社を商業登記で学習していきますが、まああのね、会社が解散した後後片付けをするという清算という手続きを踏むんですがそれが終わったタイミングで法人格を失う。 いいう流れになっていきますじゃあここから、ね、自然人に関して見ていきましょう12ページですで権利能力の四季スタート時期なんですがで先ほど申し上げましたようにお母さんのお腹の中にいる状態の赤ちゃんはまだ生まれていないんですよ。 となりますと、出生によって権利能力を持ちますと。なので、例えばですよ。赤ちゃんがおぎゃーと生まれました。おぎゃーと生まれて、じゃあそうですね、えー。じゃあ親戚のおばんさんとかが赤ちゃんの産着を赤ちゃんにプレゼントという形で持ってきた。えー、そうすると、あーねーこれ、寄生ネビという形で赤ちゃんにプレゼントとして持ってきた。その産着の所有権はもう赤ちゃんなんですよ。生まれてるでしょ。 権利能力の主体となってるでしょ。ですから、ねえー、赤ちゃんはそのことまあ分かんないですねまだ認識もしていない状況ですけれどもただ赤ちゃんはもうね例えばおもちゃ的なものをガラガラとかおもちゃ的なものを赤ちゃんに「はいどうぞ」ってあげたら、うん、赤ちゃんはそれを所有なんか何,何も認識してなくても赤ちゃんのもう所有物と。権利能力持ってますと。 そうするとねえー、おぎゃーと生まれた瞬間に権利能力を持つことになってそして亡くなった瞬間に権利能力を失うのでだから相続っていう制度が必要なんですよじゃあ全体構造でやった話これも覚えてるでしょうかあ確認してください、えーね、全体構造で要件効果の話をしたの覚えてます これこれの時はこうなりますよこうしたらこうなりますよ全体構造でやったやつだと、ねえー、死亡によって相続が発生する相続によって権利や義務はひっくるめて相続人に受け継がれますよと相続によって権利能力を失うから誰の所有物でもないっていう状況は困るので相続によって残された相続人が権利義務をひっくるめて受け継ぎますとでこれが死亡相続による財産の承継って話です じゃあ、あね、えー、まあ、死亡に関してはいいとして、えー、じゃあ,あ、出生なんですよ。さっき言った、お腹の中にいる状態の赤ちゃんはダメなんですかで言うと、上の図表で言うと、解体というのお母さんのお腹の中にできた。で、出生から権利能力を有しますという状況で、じゃあ、あねそこですよ。えー、まあ、厳密に言うと、出産中の赤ちゃんってどうですと。 ねえーね、お母さん頭見えたよ頑張ってねみたいな状態この世にも一部現れてますよね頭見えましたはい頑張ってねという状態の出産中の赤ちゃんはまだ母体の一部って考えるんですよですから今チェックしてもらったその「通説は」とありますが通説は生きて完全に母体生きて母体から完全に分離した時、まあ、これ「全部露出」とありますが でつまり母体とは別個独立の個体としてこのように生を誕生したときそこで赤ちゃんの独立した権利能力これが認められるという状況なんです。で、えー、民法ではあ、ね、完全分離も母体が全部露出せずそこで赤ちゃんも独立した権利能力を持ちましたというふうに捉えていくんですがちょっと欄外ご覧ください。 でこれね法律が違えば考え方違うんですよ、刑法だと一部露出説なんですね。でなんでかっていうと、一部ロスっというのは出産中の赤ちゃんですよ、で、えー、これはですねあの母体から一部露出中のものを殺害した非常に痛ましい時間ですがつまり、えー、刑法の場合にはもうこのようにちょっとでも姿見えたならば赤ちゃんに対するダイレクトな攻撃ができちゃうんですよ。 となりますと、お母さんに例えば、ね、出産中の赤ちゃんを傷つけてしまったような場合においてはお母さんに対する傷害ではなくて赤ちゃんに対する傷害罪という形になるんです。ですから、ね、出産中の赤ちゃんを殺してしまったような場合においては赤ちゃんに対する殺人罪と、えー、いうふうになっていくわけです。ただ、民法はあ、ね、完全分離、全部露出説という状況です。 ならばで、えー、じゃあね、お母さんの中,の中に赤ちゃんができましたあ。赤ちゃんができてですね、お友達から、じゃあ、生まれる前に、えーね、例えば産木とかプレゼントされたような場合においては、赤ちゃんに対する贈与ではなくて、お母さんに対する贈与という形になるわけです。だってまだ生まれていないので、権利能力を持ってないでしょ。ただ、ねえー、じゃあですよ。 生まれるのがちょっと早いか遅いかだけで、えー、困ったことになることがあります。で、ちょっとその下ご覧いただきたいですが、胎児とありますね。この胎児ですが、えー、胎児の権利能力といたしまして、原則として胎児に権利能力は認められないというところなんですが、ただその例外です。以下の3つに関しては胎児はすでに生まれたものとみなされる。つまり生まれてないんだけどもこの場面においては生まれた扱いしちゃいますと。 生まれた扱いしちゃうってことはもう権利能力持ってますという扱いにしてしまうという例外がありましてでそこの後ろに ①、丸一番不法行為に基づく損害賠償請求とありますがで、えー、ここでですね、えー、その後ろに条文番号721条とありますがでちょっとねその後ろに711という番号を追記してほしいんですよ。条と加筆していいたただきたいんです お持ちの方711条出してみてみください条、えー、ご覧いただきますといいですか近親者に対する損害の賠償とありますが例えばですよこういうのを考えてみてくださいお父さんが殺されました。 お父さんが例えば事故だとかで亡くなった、ねえー、じゃあ奥さんその方には奥さんがいましたお,お,お母さんね,ねお母さん、えー、と先に生まれてる長男とお母さんのお腹の中には赤ちゃんがおりました、ね、そうするとじゃあね、えーまあ、あのお父さん亡くなってしまったわけですが残された遺族は加害者に対して損害賠償請求できると。 いうところでご覧ください。他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対しては、その財産権侵害されなかった場合においても損害賠償しなければならない。いうところで、これもう俗に言う慰謝料と考えてみてください。遺族に対して慰謝料の支払い義務、損害賠償ね、えー、これがあるわけですが、 でえー、こ他人の生命を侵害したも者、まあ、お父さん亡くなったわけですよ交通事故だとかあもしくは殺人だとかで亡くなりましたあそういった場合においてはそのお父さんを殺されたということで遺族、ね、ここに、ね、ある、えー、被害者の、まあ、亡くなった人、ね、の親だとかあと配偶者そして亡くなった今言った子供ね。 えに対してそのね慰謝、えー、料的な損害賠償を,これをしなければならないとあるんですがじゃあですよさっき言ったお父さんが殺されてしまいました奥さんは当然ながらそして先に生まれているで例えば長男も当然ながらここの子供にも含まれますでここの子というのをストレート意味のと読むと権利能力持っている人ないとじゃあ損害賠償請求できませんかというと。 お母さん例えば臨月ですよお母さん臨月であと1ヶ月ぐらいでお父さんあのこのように生まれる予定だったでも残念ながら生まれる直前にお父さん亡くなってしまったんですよとなると先に生まれてるお兄ちゃんは損害賠償請求できるのに、ねえー、まだ生まれてなかったら損害賠償請求できないんですかちょっとこれはいかにも濃くじゃないですかと。 生まれる時期が多少違ったぐらいで生まれることをその予定されている状況であれば、まあ、この場合はあ生まれてなくても,もう生まれた扱いしちゃいますというのが721条,条の処分ですがでいいですか胎児は損害賠償の請求権についたすでに生まれたものとみなすみなすというのはもう生まれた扱いしますと。 この損害賠償請求ですね、今の711条の話ですよ。でちなみにあの、ね、このように、まあ、民法ですね、えー、条文大事になってきますが、であのまあ、条文、民法でも、すべての条文を絶対に100%引くとは限らないんですよ、結局、民法全然引かなかったねっていう条文も出てきます。 まあ、なんで、えー、復習の時に条文を引いていただきたいんですが、まあ、講義の中で引くこともありますが、えー、引いた条文にはあ条文番号に丸つけるでもいいですし、えー、条文に文章に全部色付つけていってもいいんですがあ全部色付つけちゃうともうね、えー、例えばねその色だら,だらけになってしまうこともあるので、まあ、なので、えー、引いた条文に関してはなんかね色付つけておくだとかあっていう風にしてとくといいんじゃないかなと思います。 まあなのでそのでそ不法行為に基づく損害賠償請求権に関しては今言っすでに生まれたものとして扱いますと、ミナスってのはそのように扱うという意味です。 あと相続と遺ですね、えー、相続は全体構造でやったやつなんですが人の死亡による権利義務の承継全体構造3回目ですよ、えー、この人が亡くなったら誰が相続人ですかって話をしましたがあ相続の場合にもお生まれる前の赤ちゃんでもおこの場合は相続を受けることができますとじゃあですよ、えー、さっきの話を思い出してくださいお父さんが亡くなりましたあ残された家族として奥さん 奥さんと、まあ、お父さんお母さんと、その間に、もうすでに生まれてる長男と、お母さんのお腹の中には臨月の赤ちゃんがおりました。となると、じゃあお父さんが遺産として、じゃあ1億残したとしましょう。1億相当の財産残した。今の処理方法わかります全体構造3回目でやったやつで、ね、えじゃあお父さんが1億の遺産を残して亡くなりました。亡くなったその1億の遺産に関しては、誰がどれだけ受け継ぐか。 でいうとでちょっとこれ覚えてないと、ね、今の処理方法、あやばいわかんないという状況だと全体構造3回目の復習ちょっと足りないということになりますからそれも戻って確認していただきたいんですがじゃあちょっと書きますねあお父さんがあこの度亡くなりましたあ残された家族は配偶者とそしてもうすでに生まれている長男とまだお母さんの中の中にいる状態の赤ちゃんで。 でも相続に関しては既に生まれた扱いするんでしょってことはあ、ね、A の相続人は BCD ですよとじゃあ,あ誰がどれだけで言うと1億の遺産でしょじゃあこの場合血族相続人としては第一順位の相続人子供ですよね配偶者常に相続人となりますよね相続分は配偶者二分の一、子供二2人で二分の一でしょ 結果あお母さんが5000万、えー、お兄ちゃんが2500万お兄ちゃん2500万で、えー、まだ生まれてないけど赤ちゃんの分も2500万ですという状況相続に関してももうすでに生まれた扱いしますとあと、丸三番遺贈なんですが遺贈も全体構造3回目でできてきましたよね遺言による贈与です。 遺言による贈与。じゃあ例えばですよ、えー。赤ちゃんまだ生まれる前なんだけれども、おじいさんがおじいさん、さっきのお父さん亡くなったとか別の事案です。おじいさんが赤ちゃん生まれるのとても楽しみにしてたんだけれども、えー、ただおじいさんも嫁命いくばくもないという状況で、えー、じゃあおじいさんが遺言書を書きました。で、えー、じゃあ,あねこの時計は今度生まれてくるうね孫の誰それにあげると。 ねえー、今お母さんの、ね、うちの嫁のおなかの中にいる、えー、赤ちゃんにこの時計を遺贈するとか遺言書書きました遺言書書いて残念ながらあおじいさん、えー、亡くなるの赤ちゃん生まれるまでは、まあ、間に合わなかったんですねでそうすると、ねえー、その遺言による贈与として、ねえー、その時計は赤ちゃんのもの胎児のものになりますと本来だったら、えー、遺贈の場合にも民法の全体構造で同時存在の原則というのが必要になってくるんです 同時存在の原則というのは遺言の考慮が発生時に、えー、このように生を受けている、まあ、権利能力を有するものこれが前提のはずなんだけれども例外的に遺贈ももう生まれた扱いしますというのがこれね、えー、今の丸一丸二丸三いずれもそうなんですが、えー、生まれてくるってことが予定されながら多少時期が違うことによってそれがパンになってしまうだとかっていうのはそれは不公平だよねって発想なんですよってこの3つに関してはもう生まれた扱いですと。 この3つですね、単位時でも生まれた扱いしますよと、この3つ覚えてくださいで。そのことが13ページの冒頭に書いてありますで。冒頭のチェック、従業チェックに関しては先ほども口頭でご説明をしてありますから、冒頭、13ページの冒頭従業はこれ各自で復習時に読んでみてください。ではですよ。 この生まれたものとみなす生まれた扱いなんですがでちょっとその下の推論対策というところをご覧いただきたいんですがこの推論対策って何ですかっていうとあの最近ね、ね民法ではほとんど出てないのであのここはですねあの推論というよりはあの民法の考え方と登記の実務がちょっとずれてるんですよ。 そういったケースって多くはないんですが、まあ、なので司法書試験、登記実務必要になってきますから、まあ、ちょっとそういった意味で、えーまあ、あの推論対策というよりはもうこ,こ,、ねえー、このように登記の世界ではこのように扱われていますただ、民法の判例はあこういう見解なんですというところこれ、結構登記実務と分かれてたりしますが、まあ、なのでこういった意味で学習していきましょうでまず生まれたものと見なすという言葉なんですがで、えー、あの生クラス、ね、今、受けている方はこのページコピーを渡しています。 でちょっとそのコピー見ていただくと、欄外に手書きの書き込み入っているんですが、こちらね、えー、欄外の、ね、このね、えー、用語解説のところです。で、見なすという言葉に関しては、えー、これね犠牲という言葉がありますが、で、犠牲という言葉これからちょいちょい出てきます。犠牲というのはあ、ちょいちょいでもないかね、えー、たまに出てきますが、犠牲というのはまあ、そのように扱いますと。 生まれてなくても生まれた扱いしちゃいますということなんですがご覧ください。ある事柄と他の事柄を一定の法律関係について同視することを言いますというのが今回の話で言うと胎児は3つの例外的な場面においては生まれてないんですよ生まれてないだけど本来権利能力持ってないはずなんだけども、生まれた扱いしちゃいますってことなんですよ。これが「ミナス」という言葉。 で例えばのところは39ページと書いていただいて例えばの39ページは今日もうやりますと一旦ちょ放流しておいてくださいあと、えー、この「みなす」とお、ね、区別が必要なのが下のところに「推定」というものがありますでこの推定に関してはちょっとねこの後おねあのまた出てきますがちょっと一旦,っおあの一旦とりあえず今飛ばします15ページで出てきますから。 推定とな、とりあえずそのように考えるちょっと若干違うんですよミなすと推定とは違ってきますとりあえずそのように考えますですからもしかしたらひっくり返ることはあるんですじゃあこのミなすに関して胎児に話してみていきましょう本文です推論対策のところ、えー、胎児はすでに生まれたものとミなすということなんですがでただですよ 今の話って赤ちゃんが無事出生することを念頭に進めていきましたよね、損害賠償請求だったり相続とか、遺贈とかね。でも、えー、場合によっては赤ちゃんが残念ながら資産ということも考えておかなければいけないんですよ。となりますと、ねえー、赤ちゃんは損害賠償請求できるとか相続受けられるとかあ、ねえー、遺贈受けることができるって言ってきましたがでも残念ながらこれ資産だった場合に取り扱いどうすればいいんですかと。 いうことを考えていきましょう。じゃあ,あね、えー、そこですよ。えー、っとですね、解説のところ、あの上の問題点が今の話なんですが、復習時に見ておいてください。で、えー、解説、演説のところですが、えー、で、ここにちょっとメモりでほしいんですよ。で、解除条件説とありまして、括弧多数説ってありますが、これ登記実務の世界においてはこちらで動いてるんです。丸太な登記です。登記実務と。 で実際不動産登記の学習だとかにおいてはこの解除条件説を念頭に登記の申請書を書いたりしますがじゃあいいですか見ていきましょう、えー、胎児の間でも生まれたものとみなされる範囲内ではいわばもう制限的な権利能力がありますで資産の場合には遡って権利能力がなかったとつまり、えー、もう条文素直に読むと胎児はすでに生まれたものとみなすと例えば相続の場面において胎児はもうすでに生まれた扱いなんですと。 となりますと、例えばね、じゃあ、この、さっきの話。ね、えー、さっきの、お父さんが、さっきね、現金1億を念頭にお話ししましたが、お父さんが亡くなり前に土地を持っていました。その土地に関しては、ね、えー、B、C、D が相続人となるわけですが、土地の権利に関しては、B、4分の2。そして、えー、C、4分の1。えー、D、4分の1。 えー、土地に関してはこの権利の割合、えー、権利の割合は持ち分と言っていきますがで、えー、そのね、えー、一つの土地なんだけれども、えー、権利の割合的に4分の24分の14分の1という取り扱いになりますよね。でもこうこですよね。いじゃあ,あ、ねえー、今の A 説もう一回ご覧いただくと、ね、冒頭ね胎児の間でも生まれたものとみなされる範囲ではいわば制限的な権利能力とあります。 でも、残念ながら、一応ね、胎児の観念も4分の1の権利は赤ちゃん、にデイさん持ってたんだというふうに考えるんだけれども、でも残念ながら死産だった場合には、ポイント、遡って権利能力がなかった。遡ってってことは、あ実は BC 各2分の1だったんだと。で、 ってことは当期の世界においては生まれる前にもう胎児赤ちゃん名義の当期が4分の1でできちゃうよと。で実際ですね,あのねそのような胎児名義の当期の申請書を書いたりするんですがで赤ちゃんって生まれる前に名前ないじゃんっていうところなんですがこの場合亡き A 妻 B 胎児という形で C もちゃんと名前を持っていますから。 B4 分の 1C4 分の 2B4 分の 2C4 分の 1, 分の分の分の1亡き A 妻亡き A 妻 B 胎児まだ、あ、赤ちゃん名前ついてませんかね胎児名義で登記をしちゃうんですでも残念ながら死産でしたといった場合には登記名義を改めましょうという形になるんですとなるとねこのね相続の場合には一旦もう胎児名義の登記を認めちゃいますと じゃあ、その後矢印なんですが出生までの間も権利能力あるので胎児にも法定代理をつけられるってありますがまあ何なのかというと例えば損害賠償ですよ損害賠償も胎児の間でも損害賠償請求もできちゃうんですよですから母親がもう代理人として生まれる前の赤ちゃんの分まで損害賠償請求できますと。 で、えー、そのね、登記の世界においてはあ、ね、なんでそのように生まれる前にも先に退治名義の登認め認めちゃうんですかっていう部分なんですが、登記実務については、もう現在の今日の実務なんです。 そうすると、えー、理由のところ、死産の事例がかつてより格段に少な,少なくなっている今日では配偶者と胎児に相続をさせ胎児が生きて生まれなかった場合に相続関係を改める方が適当であるとありますがこれ何に対して言っているのかというと死産でも今日においてはあるはありますよただ判例ちょっとページめくっていただくと14ページの下なんですよ。で14ページの下でチェック外にしておりますが 最高裁判例ってこの胎児の権利能力で最高裁が見解出したのが昭和7年なんですね戦前ですよで、えー、最高裁の判例があ、ねえー、それでもそれ以降最高裁判例出てないんですねこの事案においてまあなので最高裁も常に何かリニューアルしてくれるわけじゃないんですよね訴え提起で裁判あって当事者控訴して上告して最高裁まで持っていかなければ最高裁判例と生まれないんですよ となりますと、ね、えー、じゃあ、最新の判例どれですかっていうと、この昭和7年の判例のことが判例の見解になっちゃうんです。でも、最高裁が昭和7年に見解出してから、それ以降最高裁判例出ていない。と考えると、まあ、判例の世界においてはあ、ね、昭和7年レベルの見解が判例と言っておりますが、でも、陶器実務においては、まあ、要は戦前のその食糧状況が良くなかった時代に比べて、 資産ののケースってこの当時よりは少ないよねとそうするともう一旦胎児名義の登記を認めるという形で動いちゃった方があ適切なんじゃないですかというところで戻ってみてくださいでそれは13ページの下ね「理由のところ死産の事例がかつてより拡大に少なくなっている今日では配偶者と胎児に相続させ胎児が生きて生まれなかった場合に相続関係を改める方が適当である」と。 ありますがこの相続関係を改めるでいうと今ね画面に書いたようなこのようなあお兄ちゃんがまだ小さな子供っというケースだったらともかくとしてじゃあこうういっったたケースだったらどうです例えばですよで、えー、この夫婦には初めての子供でしたただあまだ生まれていませんというちょっと赤ちゃんがデートしましょうさっきねお兄ちゃんがいたケースじゃなくて赤ちゃん、えー、が、まあ、初めての子供だと。 で、えー、今回ね AB 夫婦の間にまだお母さん B の中にお腹の中にいる状態の赤ちゃんです。で A にはあーこうおつという、ね、両親がいたとしましょう。でじゃあですよこのたび A さんが亡くなりました。で考えるとまず、えー、じゃあ 権利能力の考え方でおぎゃーと生まれた瞬間から権利能力持ちますよお。当期の世界は赤ちゃんの段階でも権利能力持ちますよって言ってますがそうじゃなくてで、えー、まずう生まれたタイミングで「おぎゃーと生まれた時から権利能力持つんです」で考えちゃうと A が生まれた瞬間にまだ B はこのように生まれてないんです。 生まれてないってことは A が亡くなった瞬間の相続関係は一旦 B と交通ですと。でも実はあ、ね、その後赤ちゃんが無事生まれてきましたってなるとじいちゃんばあちゃんから取り戻さなきゃいけなくなってしまうこれちょっと面倒ですよね。そう考えるともう先に生まれていたとして考えちゃいますと。 でも残念ながらしなんだった場合に改める方がね、えー、じいちゃんばあちゃんから取り戻すようにまだ余計のトラブル生まなくて済むんじゃないというのが、えー、この発想ですご覧くださいで上のところ14ページの丸 ② 番です <laughs> 第24ページの丸二番で、えー、配偶者と胎児が相続人である場合に、えー、相胎児中は権利能力がないものとしてまず配偶者と直系存続に相続させ胎児が生まれた後に相続を回復させることは法律関係を複雑にするとさっき言ったように、えー、まだ生まれたものとして扱いません生まれたら相続関係改めましょうだといっちゃん,っんじいちゃんばあちゃんに渡ったけれどもじいちゃん生まれた時にじいちゃんばあちゃんから取り戻すとかえって混乱するよねと。 でしかもさっき言った死産のケースはかつてより格段に少なくなっているよねということでいうと生まれる前提で先に動いちゃった方が現実的なんじゃないですかというところなんです。 そしてま丸三番で単時に想定代理をつけることによって遺産の分配に参加することが可能とありますがまあねえ例えばですよさっきの話え4分の1、4分の1とかでいうとそれ前提で話を進めていった方が早期解決も図れるしもっと言うとこれ遺産の分配よりもどちらかというとさっきの損害賠償請求とかもですよね例えばえじゃあお父さんが残念ながら事故で亡くなってしまいました事故で亡くなった時のえ損害賠償請求に関してですよ。 胎児はまだ生まれていないんだから権利能力は持ちませんよ生まれたら実は持ってたんですという形になるとじゃあまずね D は生まれてないのでお母さんは自分の分と子供お兄ちゃんの C の分は損害賠償請求できるけれども生まれる前には加害者に損害賠償請求できない生まれたあとになってそこで初めて D の分の損害賠償請求も後からするということはかえってこれ面倒なんじゃないと。 生まれる前でも直ちに3人分の損害賠償請求したっていいんじゃないと。まあ、残念ながら資産だった場合にはその分赤ちゃんの分はお返ししますということにした方が、まあ、むしろ被害者救済にもなるんじゃないと。遺族の救済にもなるという考え方なんです。ってことで、えー、その後の図表8ご覧いただくと、そこにね、えー、解除条件説とありますが、この条件というのは何なのかというと、死産を条件として、 えー、つけていきます画面の上に映しておりますがこの解除条件説というのは死産だった場合に話を改めましょうでいいですかまず、えー、赤ちゃんがお母さんの中の中にできたタイミングでもう制限的な権利能力を持っています制限的というのは3つの例外的な場面において。 損害賠償請求と相続移増、遺贈その3つの場面においてのみ権利能力は赤ちゃんは持ってるんですとでそして事故が起きました事故が起きたら加害者に損害賠償請求はお兄ちゃんの分だけじゃなくて赤ちゃんの分もできますでも残念ながら死産だった場合にはあ実は遡って権利能力なかったことになりますから赤ちゃんの分だけお返ししますと。 なのでこの解除条件説っいうのは資産を条件としてその条件が成就したらなかったことにいたしますともう一回言いますよ、えー、資産を条件として条件成就したらあなかったこと解除したことになりますとこれに対してさっき言った判例はあ、ね、判例の見解はもうね佐久さん案内ちょっと古いんですが ただ、あねえー、今、ね、民法の判例の見解はって言われるとこっちで考えなきゃいけないんですよ。でなんあのね、最高判例、戦前の判例はどう考えていくのかというと図表九を見てください。ね、これね気をつけてほしいのが同じ条件でも解除条件と違って停止条件というものなんですよで。この条件は無事出生することを条件にしております。 上特別してくださいね、えー、で、えー、停止条件ってどういうことなのかっていうとまずね赤ちゃんがお腹の中にできたんですがただ無事出生することを条件に実はその時に遡って制限、えー、権利能力を持ってたんだとつまり停止条件っていうのは条件が無事に出生することにかかってきてるわけですが条件成就までストップしておくというのが停止条件。 条件成就したらそのストップが外れますから実は持ってたんですという,うにしていくのでですからこの停止条件説いいですか登記、えー、実務の世界の取り扱いと判例の条件何たら条件って言ってもそもそも条件の内容が違いますねで解除条件っては先に効力発生させておいて条件成就じゃなかったことにします停止条件は,まず,条件はあのまず効力発生させないんです ストップなんですストップさせといて条件成就でそのストップが外れますから実は持ってたんですということになりますから右側見てください、えー、無事に出生しました出生して権利能力を持つんですが実は遡って権利能力を持ってたんですと条件成就までそれをストップさせるという停止条件ですで両説の条件が違いますから内容気をつけてください 停止条件はまず効力発生させないんですストップしておくよって、えー、この判例の見解です B 説見ていきましょう胎児の間はは権利能力はない。もうね3つの例外とかじゃなく生まれるまでは何も持ってません赤ちゃんはだっておぎゃーと生まれてから権利能力持つでしょそうするとおぎゃーと生まれるまでは権利能力ないんですとただ3つの例外に関しては実は持ってたんだと 遡って効力を発生ると、えー、ねの時に不法行為の時に遡のって権利能力を取得します出生までは権利能力がないので胎児法定代理にはつけられないってことは実はお父さん生まれる前に事故で亡くなったとしてもこの見解においてはねえー、生まれた後に赤ちゃんの分だけ追加請求しましょうということになっちゃうんですよ。 で理由として胎児の出生の間まで遺産の分配を停止する,、えー、止するとか返する方が実際的だしというのは、まあ、遺産分割だとかに関しても別に生まれる前に動かなきゃいけない理由って必要性ってありますと生まれてからでいいいじゃないと。 あと、えー、胎児に法廷であり起こった必ずしも胎児の利益につながるとは限らないってありますがただ、果たしてそうでしょうかねということを考えてみましょう例えば、赤ちゃんがお母さんのおなかの中にいますでそれがですよ来月生まれますとかだったらともかくとして例えば5か月ですと安定期にいよいよ入りましたという時にお,かお父さんが事故で亡くなってしまいました。 でそういった場合で、えー、じゃあお母さん、えー、出生まであと5か月ちょっとかかりますという状況ですよ5か月ぐらいかかりますという状況で、えー、ただ今のうちに請求していかないと加害者の視力が日々、えー、下がって、えー、減ってしまうということもなくはないでしょう請求できるうちにしといた方が良いケースもあるんですよと考えたらこの判例の見解が今日においてそれがもしもこの事案において 新しい最高裁判例が出たら絶対この判例の見解出るかっていうとそれもどうだか微妙ですとだって実際陶器の世界だとかもう胎児の間から実は持ってますという前提で動いてる、うん、なので下のね阪神電鉄事件とありますがただここはさっき言ったように古いので。 えーまああの,、ね、の世界においてと、まあ、いわゆる最高裁判例違うんですよただ投機の世界においては生まれる前からもう実は持ち合わせていますという前提で動いてますだから退治名義の投機も認めているんですと不動産投機でも退治名義の投機の申請書書を書いたりします で一旦休憩取りまして、後半講義は15ページからということにいたしましょう。それでは、あ10分間の休憩です。 はい、それでは勝者志合格講座民法第1回目の後半講義担当者先で始めてまいりたいと思いますであの全体講座の時にも申し上げましたしあと、まあそうですね、あの申し込み手続きだとかの時にも聞いたことあるかもしれませんがあの生クラスの方には、まあ、定期的に個別面,というか個別面談ですねあのご希望の方にはあー、ね、あの私と、まあ、あのす、ね、ぐ、えーまあ、まで面談と。 多いとこあ対面の対面な電話で実施するということをやっていて通信の方だとも生クラスの方だけでも今予約結構いっぱいなのであの通信の方にはあ,あんまり今予約枠が回らないというのはが実上なんですが早々ともう予約されている方もいらっしゃいますしあのちょっと残念ながらです、ね、もう予約先早い者勝ちという感じなので今月中はもう講義の日だとか予約枠というのはあのそうです、ね、平日、夕方ぐらいになったらまだ何とか入れられる中はま な,ないんですがあの4月中だとか、ね、だったらまだ土曜日予約可能なのであのちょっと早めにおっしゃってくださいあのご希望の方には何しべっていいか分かんないという方は私の方からヒアリングする形で進めていくので。あのね 大体、まあ、いいそうですねあの定期的に予約される方も、まあ、あの特に一発合格される方はあの定期的にあのその、ね、点数報告だったり進度の報告だとかこれ、住んでるんですが次何,何やったらいいですかとかということをあのご相談いただいたりだとかあと、まあ、そうです、ね、あの割とも試験に関係するものだったらあの、ね、面談という形でいろいろご相談に乗りますのでえ勉強方法、これどう思いますとかとかあ、ね、あのそういったものも含めてあの、まあ、こんなこと聞いちゃいけないんじゃないかな的なものはないので。 であのー、そうですね、えー、過去の一発合格者でもちょっとモチベーション下がっちゃ,下がっ,ちゃったんですが年はど,どうしたもんですかねとかあっていうことですね、えー、言った人もいましたしあとなんかねもうあのー、まあ今はまあそ,うでもそんなもないと思うんですがある程度学習を進んでだいたい2,3ヶ月経ってくるとあのー、ね、えー、ちょっともうなんかモチベーション下がっちゃってもかつ入れてくださいみたいな あねえー、その数の入れ方も、まあ、ちょっとその方とある程度定期的にお話をしているとあのどういうタイプの人なのかなっていうのが分かってきたりしますからあの例えば、割とですねあの最近の方だと、まあ、そのトライアルテストだとかあの2023年向けの1個前の先輩だとトライアルテストの点数報告だとかを通じていろいろ状況を伺っていると直前期のアドバイスしやすくなるんですよ。 でああのー、まあ、なので、ですねあのと、まあ定期的に、まあ、1か月半とか2か月ぐらいの間隔で面談するんですがそうするとあ、この人こういう人だとで、えー、あのー、ね、えー、むしろあのそっちじゃなくてこれやんなさいとかうっていうところからが言えたりだとかまあ、ある程度、この人相当ガツガツ言わないとやらないぞみたいな私が判断すると結構ガツガツ言ったりすることもありますし。 でえーあのまあ、なので、ですねあのただもうそういうのが嫌いな方もいらっしゃるとは思うのであの、ねえー、面談は強制にはいたしませんがただ、割と予約すぐ埋まっちゃうので,で一応2か月先まで予約受け付けるという感じにしておりますから予約に関しては、まあ、今だと4月分と5月分予約受け付けている状況なんですがただ、申し訳ないですが6月分に関しては今年本番の方たちに全枠使わせてほしいんですよ皆さんの時にもそうしますから。 えー、なので6月に関しては予約は入れられないのでご了承ください、えー、ただあの、ね、一応2か月先まで予約付け受け付けますので,であと予約の間隔に関してはあの、ねえーまあ、あの最短で1か月半以上空けてねと。 いう形にしておりますので、まああと講義、えー、の日でなくても私が空いてればいいんですがただあのね、えー、いつでも OK ってわけではないのでであの対面ないしはあ電話という形で、ね、受付してますので、あのー、まあご希望であれば皆さんの方から言ってきていただくと。 直接いらしていただ,い,ただいている方であればもう講義終わったとと休憩時間とかに面談の予約お願いしますと言っていただければいいですし割とです、ね、あの先輩受験生さんでいうとあのちょっとしばらく仕事忙しいからウェブで受けてるんですとかあという方もいらっしゃったりそそういった例教えてチューター経由で教えてチューターのメッセージは全部私のに直接届く形になっておりますから、まあ、あの予約ルールとして。 2ヶ月先のの予約受け付け付ますよとでなのであの例えばこう今の5月分の予約だと3月1日から受け付けてますという状況だったりするので,で6月に関してはさっき言ったようにごめんねなんですが7月分の予約に関してはあ5月になったら受け付けますとかいう感じになります。ので わ、あのーねえー、割と講義の日の、えー、講義の日の、あのー、夜の、ねえー、講義6時に終わりますね、えー、6時に終わって、私は講義延長したり、その場であの質問とかあ対応して、えー、1枠目が6時半なんですよ、でえー、1枠目が6時半、1人30分予約枠なので、えーでえー、2枠目が7時です、で3枠目が7時半という形になるので、割とやっぱり人気なのが1枠目なんですよ。 ねえー、ただあ復習しながら待ってますから全然いいですとか、えー、むしろ、なんか講義のあと1時間ぐらいちょっと復習してからかわいませんという方は19時半の枠という方をご希望される方もいますし、ねあのまあ、そんな感じなのであの、まあ、大体そうです、ね、土日の,あの、ねえー、合流してから日曜日という形になりますが、えー、当面は木曜の講義前とあ木曜の夜講義でしょ、えー、木曜の夜とそして日あの土曜日かあのお、ね、木曜の夜の講義前。 えー、夜7時から講義ですから、えー、7時の前、例えば、えー、16時18時20分から18時50分とかね、その前でいうと、えーね、17時40分から18時50分とか、いう感じでワク,ワクまあちょっと早めに来ますから大丈夫ですという方はあ、ねえー、平日夕方とかで、もしくは土曜の講義後とかに予約枠を付け付けているという状況です。 まあなので今だと,そうですねえっと平日の夕方だとかあとまあそうですね土曜日えの予約えまだ4月だったら取れるところもありますしもうガツガツに埋まっているところもあったりはするので、まあ、今日予約早いもの勝ちですで予約の変更はまああのキャンセルは可能ですがえその前後で予約枠変更できますかというと多分、前後も埋まっているんですよ。 あの3月中とかもゴリゴリ今埋まってたりするので、えー、なので、ちょっとリスケ近い日にちでリスケできますかというと相手らはできるんですがちょっとなかなか近い日にちは無理かもねとただキャンセルする分には構いませんのであのそこはおっしゃっていただければなと思います。ということで,あのそうですねえ割とあの私あの皆さんには資格ってまああのうっかりなんぼだと思っているので2 0 2年に一発合格してほしいんですよ。 そのために必要なことであれば時にガツンということもありますので、えー、そこはご了承くださいあと、面談の時にあの私、褒められて伸びるタイプですという方とガツンと言ってくださいという方とに分かれますのであのそこは、ね、状況を見て、えー、あの私の方もアドバイスしていきますのでちょっとガツンあの強めに言っていただいて構いませんとか本音で言ってもらって構いませんという時には結構ゴリゴリ本音で言っていきますので、えー、そこはおっしゃってくださいでは15ページから見ていきましょう。 でチェックの箇所申し上げていきます15から20ページ全チェックです、えー、15ページから20ページ全チェックと言いましたがただ、ちょっと注意してください18ページ、19ページなんですがさっき言ったように18ページ、19ページは条文のページなんですよで、えー、条文は特にチェックともカットとも言いませんなので、えー、18からじゃあ15から20全チェックってことはな18、19はもうチェックともカットとも言わないので、えー、15、16、17と20ページ全チェックの意味です。 えー、15から20全チェックですが18、19は条文のページですから、まあ、特段チェックカットの指示でもないです。ということでちょっと一旦ここまでにしましょう戻ってください、えー、15ページですでは15ページで先ほど、えー、権利能力はあ、ね、生まれてから死ぬまで、えー、というふうに言っていきましたが、ね、生まれるまでのところは登記実務と判例とでは見解違っていると。 多いに言っていきましたがじゃあ、いつ終わるのでいうと亡くなったときでしょ、で、えー、見ていきましょう、権利能力の周期については民法は直接何ら触れていないが死亡によって権利能力が消滅することは当然だ、えー、人が死亡すると相続が開始,が開始するとその,人の財産に属して発生した一切の権利義務が相続人に承継されると規定する、そのことを当然の前提と。 っていうのもこれ全体構造で言ってきましたね相続によって残されたご家族に遺産が承、ね、継されますとでこれは相続によって権利能力をもう失うからなんですよ。 で、このようにその後、死亡は相続の開始原因として重要であるが、例えば、数人のものが船舶の沈没事故とか飛行機の墜落事故など、同一の機難に遭遇して死亡した場合などには、死亡時の前後の故障目が困難であることが多く、しかもその前後によって相続関係は重大な差を生ずることになると。まあ、これ何が言いたいのかでいうと、死亡の時点がはっきり分かっていれば問題ないんですよ。だけれども、 例えば飛行機の墜落事故そして船舶の沈没事故で最終的には例えばお父さんと息子で旅行に行った2人とも最終的にはご遺体で見つかったんだけれどももしかしたらあ、ね、お父さん即死もしくは息子即死もしかしたらお父さんちょっとは病院まで運ばれて生きながられたということはなくはないでしょということで、えー、ただ わからないことがあるんですよね。ということで、えー、ちょっとページめくってください。具体的な次のページで見ていきましょう。えー、16ページですが、あのー、で、具体例見ていきましょう。父母と息子娘の4人家族で、えー、父とその息子が一緒に乗っていた飛行機が墜落し、父と息子が死亡した。ということで、ちょっとこれ、あのこのページコピー渡してませんが、えー、っとですね、 えー、三角括弧でちょっと事例書いてあります、えー、A の財産の相続というふうに書いてみてください。A の財産の相続とありますが、でえー、父 A、母 B、そしてもう先に書いちゃいましょう、えー、息子 C、そして娘、D、で、さらにちょっとね、息子 C の下に、いい孫と書きました。いい孫 で,で今回ね,、えーまああのねえー、男同士で旅行に行こうということになりまして父 A と息子 C があ、ねえーまあ、あのお父さんと、ね、息子だけで旅行に行って飛行機乗って飛行機が墜落してしまったような場合においてちょっと孫 E は置いといてですよ孫 E はちょっと一旦置いといて A の財産の相続という話でいうとこれね A と C の死亡時期の前後によって多少話ばかれてくるんですよっていうのは思い出してください全体構造3回目であった相続のルールとして同時存在の原則って言葉を覚えてます同時存在の原則っていうのは、えー、亡くなった瞬間に生きてる人じゃないと相続人となることができませんでもですよ例えば、えーね、ど同じ飛行機が、まあね、一緒乗ってる飛行機が墜落しましたもしかしたらお父さん即死 で生存者の証言だとかで息子さんは「あ親父死ぬな」って、えー、泣き叫んでいましたでも最終的に息子さんもご遺体で、えーまあ、発見されましたとなるとで、えー、お父さんの方が先に亡くなった、えー、同時存在の原則でいうと息子さんの方がちょっとでも1時間でも長く生きていれば A の相続人は BC d でしょ でも C が先に亡くなって A がその後一1時間でも後に亡くなったのであれば A の相続人はもう先に C 亡くなっていますから相続人は B で,でしょでちなみに C に子供つまり A から見た孫がいれば大衆相続が発生すると大衆相続って覚えてます全体構造3回目のやつです でこのように、まああのね、死亡時の戦後によって相続関係って結構変わってきますよということが明日見ていきましょう、文章です。で、えー、母、妻にとっては、ね、ちょっとこの書き方がいやらしいんですが、えーねえーね、父、夫が息子より先に死亡したものとして扱った方が有利である有利っていうかあの、ね、旦那さんと子供亡くしているので有利も不利もないだろうってところなんですが、えー、最終的にお母さんいっぱいもらえるパターン。 で考えると、ね、ええー、ね、あのー、父が先に亡くなっているというケース。なんでかっていうのは、その後。というのは、妻、息子、娘がそれぞれ遺産の二分の1、四分の1、4分の 1, 1を相続し、仮に息子に子供がいなければっていうのが、要は、E がもしいなかったらの話です。息子に子供で言うと、お母さんから見たら孫ですよ。もしも、E がいなかったら、E がいなかったら、 一旦、息子が4分の1承継した、その分はどこに行くのかっていうと、息子に子供がいなかったら、今度、相続の順位としては直系存続でしょ第二順位の相続人である。ね、この直系存続である B にわたるんですよ。で、そうすると、妻は息子の死亡により息子の分も相続することになる。つまり、結果的に、この、ね、今書いた、ね,ね、E がいなかったら、ね、このね、E がいなかったら、 A が先に亡くなった、ね、ぜ C はあ、ね、あの生存者の証言だとかで、えーね、お父さんなな亡くなったどうやらさお父さん作詞だったらしいんですがで、えー、ただあ、ね、息子さんがあ、ね、同じんで死んだんだよとかあ泣き叫んでいましたという証言がたくさん取れた。とすると最終的には息子さんも亡くなっているんですがでも、えー、亡くなった時期には一、ね、a 死亡二 c 死亡だと一旦は丸は死亡によって B4 分の 2C4 分の1で4分の1になってでそしてその後 C がなくなったら一旦は C が受け継いだ4分の1を直系存続であるお母さんが取得することになりますから結果的に母4分の3になるでしょ。でこれに対して文章2ブロック目。これに対して え娘にとっては父の息子である自己の兄弟が父より先に死亡した者として扱った方が有利だというのは父死亡の結果娘と、えーね、妻お母さんがそれぞれ分1一を相続することになると同時存在の原則を考えるとねえー、ねえ C が先に亡くなってくれていた方が子供として D は独り占めできるよね結果 D は1一取れるんですよ でただ、ところが死亡の証明ができない、つまり死亡前後の証明ができない。結果的に A も C もなくなっているんだけれども、死亡時の前後の証明ができない場合には、事実上相続分を法律的に決定することができないから、結局事実上一算を、えー、事故の管理下に置いたものがそれをそのまま、えー、自分のものとすることができることになって不合理だ。つまり、分からないじゃ話が前に進まないし、分からないまま話がなあなあになってしまうと困るよね、と。で、 で、そこでどうしたのかっていうと民法は分からないんだったらとりあえず同じタイミングで亡くなったものとして話を進めていきましょうって話なんです。それが同時死亡の推定です。ラストブロック。えー、しかし同時死亡の推定により先の例で言えばで、ちょっとね、えー、人の名前入れておりますが先の例で言えば息子は父の相続人とはならずというのはいいですか同じタイミングで亡くなったとしてとりあえず考えるんだったら えね、死亡時の前後の証明ができないでもえ結果的に A も C も死んでるんですよ A も C も死んでるってことになるともしかしたら C の方が先に長生き1時間だけでも長生きしたかもしれませんがもう同じタイミングで死んだ者として扱うんですよってことは、えー、息子は父の相続人とはなりませんでそして娘,娘妻はそれぞれ2分の1を相続するしかしもしもその後息子 C に子供がいればというのが、えー、A から見たら孫ですよ これが E のことね子供ってのは E のことですよで、えー、C に子供 E がいればその子供 E がその後ろ大衆相続大衆相続によって、えー、祖父、えー、A の相続人となるで大衆相続の要件はあ非相続人の子が相続の開始以前これ以前の「E がポイントなんですよ 以前の「い」ってことはこれぴったりも含むの意味でしょぴったりも含むの意味ですから同時死亡と考えれば来週が発生しますその結果妻2分の1、ね、孫4分の1娘4分の14、えー、分の1を相続するとねちょっと前のページもたってみて。 よっていいですかえー、文章、今度、えー、3ブロック見てください。えー、青色の字を、文章、青色の字を含む文章、そこで民法はのところ。15ページの3ブロック目。そこで民法は、同一または格別の原因で死亡した場合、えー、死亡した数人のうち一人が他のものの死亡後もなお生存したことが明らかでないとき。まあ、要は、ああね、えー、まあ、同じタイミング、あのね、えー、タイミングわからないけれども、 分からないけれども、どっちが先に死んだか分かりませんと。要は、結果的にようなくなってるんだけれども、どっちが先に死んだか分かりませんといった場合は、えー、これらのものは同時に死亡したものと推定されると。で、これ、推定なので、ちょっとページ入れてください、この推定があ、さっきちょっと一旦保留にした13ページの星マーク2番なんですよ。推定のとこ、13ページ星マーク2番って書いてください、13ページ戻りましょう。 13ページはこれ書き込みコピーを渡しているページですが、えー、13ページの欄外ねの星番ーク2番、えー、下のところです。みなすではないんですよ。推定なんです。推定ってことはこれね鍵括弧でとりあえずって書きましたつまり、えー、どっちが先に死んだか分かりません分かりませんじゃ困るのでまずは同じタイミングで死亡したというふうに考えますよとりあえずってことは 違うんですよっていう反対称号が上がれば覆るって意味なんですよあくまでもとりあえずなのでよってちょっと本文あのこの、ね、あの元の印刷見てくださいある事項について事実の存在等が不明確な場合に一応明確なものとして定め法律化をかを生じさせることを言いますでその後です「みなす」とこになり「反証」が許されますってことは反対称号が上がれば話は覆りますよと なのでこれポイントね、択一の問題文の時にも死亡時の前後からないいい場合ですよ死亡時の前後分からない場合,いい時い場合同時に死亡したものと「みなす」と書いてあったらツですよ。みなすだともうそのように取り扱っちゃいますから分かりません、反対称号が上がれば覆りますよが推定なんです。同時死亡と推定です。 よっって戻ってみて戻みください15ページなので同時に死亡したものと推定される、まあ、このように私はあのこうテキストの中にはちょいちょいページのリンクを入れていきますで、えー、復習時にそのね迷子になったりすると困るしもっと言うとさっき言って民法ってしばらくぶりに数か月ぶりにまたここに戻ってきたりすることはありますブレークスルーどっかに帰ってあったようなというろうろうする時間ってもったいないです。 なので、えー、テキストにページのリンク入れていくようにしてくださいあと、過去問解いた時にも、えー、時々テキストに戻って確認したりすることがありますそうすると過去問の解説ページだとかに、えー、戻ったテキストのページを書いておくとまた直前期にウロウロしなくて済むでしょそういった意味で、えー、ページのリンクはちょいちょい入れるように、えー、奥でも入れるようにしておいてくださいそうすると、えー、戻るときに何度もウロウロしなくていいよねと。 ということでこででの推定ですからご覧ください同時死亡が推定されるということは利害関係を有するものが一方の死亡と他方の死亡の時が異なることを証拠を挙げて証明しない限り双方は同時死亡したものとして取り扱われる逆に言うと証拠が上がってきたら同時死亡じゃなくなるんでしょ生存者の証言を持ってくるとかね でその結果本来ならば、えーね、非相続人相続人のお、ねえー、関係に立つ者同士の間でも相続は起こりません遺言者と従事者の間でも異贈は生じないことになりますと。で、えー、このあたりの話ですね、えーあの、記述とかで本試験の不動産登記の記述問題で論点として出たことはないんですがただ、出てもおかしくないような話なんですよ。 誰名義で相続登記を入れるのか、えー、同一の事故で亡くなりましたと書いてあったら誰名義で相続登記を入れるのか相続関係の認定だとか法書、えー、試験においてはそれはさせられますす実際ででできききなきゃままずいんです続きまして17ページです。 で、今度、意思能力という話なんですが、この意思能力に関してはざっくりで結構ですが、で、えー、17ページのね、今度意思能力ですが、で、ちょっとね、文章、えー、一旦上飛び,まし飛びまして、あのー、この文章ね、途中の青色の字がありますよね。青色の字で、えー、事故の行為の結果ってあるでしょちょうどこの文章の真ん中あたり、事故の行為の結果。 あーという青色の字がありますが、すぐその上のすなわちからちょっと読んでいきます。いいですか。えー、すなわちのところ見ていきますと、すなわち契約という法律行為が本来の効果を生ずるには、自己の行為の結果で括弧それによって自己の権利義務に権,権利義務に変動が生じる。例えば売買によって自分の土地所有権が買えぬしたら相手方に移転する。でそれを その後弁識するに足りるだけの精神能力としてこの能力を意思能力と言いますさっき言ったように大体小学校入学前後ぐらいで備わりますよよってままごと的には「はい大根100円です」とかいうことを契約は締結できてますよねだって契約の締結って売ります買いますの意思の合致で契約成立してるでしょじゃあ おままごとで幼稚園生が大根ください、はい、100円です、えー、っていうふうに売ってじったじゃあ大根の所有権が移転するかというとでその意思能力持ってないんですよ。形的には売買契約売ります、買いますです契約成立してるんでしょ。契約成立してるけれども でもそれってじゃあねえねえ所有権移転してくれないからはい強制執行ですっていかがなものかねというところになりますからねそう考えるとえこの場合え一番上見てください条文です。このページの上3条の2という条文ありますが見てください条文法律行為の当事者が意思表事をした時に意思能力を有しなかった時はその行為は無効とする。 ってことは、たとえ契約は成立していても、その成立した契約は意思能力ないから無効なんです。で、これからね、意思なき行為は無効という言葉ちょいちょい出てきます。意思なき行為は無効。意思能力持ってないんだったら、たとえ契約は成立していても無効なんです。 じゃあ、えー、ねこの有効無効という言葉の意味なんですがこれも全体構造で確認したやつなんですが有効無効という言葉の意味として有効無効ってニュアンス的にはまあ分かるじゃないですかでも有効無効をもうちょっと突っ込んで言うとその契約を法律上強制できるかどうか強制で言うと全体構造1回目の国家権力による強制力が使えるかどうかってやつなんですよ 意思な向や無効ですから無効ってことはその国家の強制力によって内容を実現することはできませんと。有効無効は法律上、えー、強制できるかどうか無効だと強制はできないよねと。 ということでラスト34歳ぐらいの子供や重度の精神障害者泥酔者のようにたとえ婚姻の意識はあっても意思表示をした時に意思能力を備えていなかった場合は意思なき行為は無効ですから法律行為は無効ですと。ということでベロンベロンに酔っ払った人に。 ね、ベロンベロンに酔っ払った人に、ねあのねえー、じゃああんたの、ね、マンション、えーあのねえー、1万円で売ってくれるかなって言っていいよとか言ったらあいいよって言って売ってくれるかなはいいいよって言ってますよね契約成立するじゃないですか1万円で売ってくださいはいいいよと言ってますよね契約成立せますがそのベロンベロン状態で「はい、あ、いいよ」動画撮ってます証拠ならありますと。 言ってもその契約が成立してるけどもそのような「内容よ」とか言ってベロベロの人がいいよと言ってもその契約を法律上強制するのはいかがなものかねってことになるから契約は無効なんですですからこれ契約になってないよねじゃなくて契約は申し込み承諾の意思の合致で成立してるんでしょう成立した契約は無効ですと無効だから強制できませんっていう順番なんです そそもそも規約になってませんじゃなくてなってるんですよで,で,一やですよ続きましてこれに対してページめくっていただいてこっから行為能力という話なんですがであの今ね権利能力、えーね、意思能力行為能力って出てきましたがこの何たら能力の中で一番大事になってくるのが民法だとこの行為能力が一番大事になってきます。 でえー、18ページ、19ページは条文のページですから、まあ、必要に応じて、ねえー、見ていただくには構いませんがもう講義の中身、20ページ見ていきますでちょっとざっくり、えー、20ページの横1番見ていきましょうで、0 0円行為能力差制度の趣旨といたしまして見ていきましょう冒頭ね、私的自治の原則に実効性を持たせるためにはってありますが私的自治の原則は民法は個人の意思を尊重しましょうと。 個人の意思を尊重するために民法のスタンスでしょ。自分の法律関係どう形成しようがその人の意思に委ねられます。意思主義とか言ってきましたよね。で、それを持たせるためには、意思無能力者の行為を向こうとするだけでは不十分だ。えー、というのは、行為当時、行為の当時、意思無能力であったとしても、それを証明するのは困難ばかりか。仮に証明に成功したとしても、今度は逆に取引の相手方に不足の損害を与えることになるからだ。とありますが、で、 例えばあのー、そうですね酔っ払った人とかでもですよあのもうベロンベロンの泥水車って見るからに酔っ払ってますがただ、はたか,、ね、から見たら全然大丈夫だねって思う人も頭の中でも真っ白という方もいなくもないでしょたまにいいらっしゃいますあの明らかに泥水車でもどのぐでぐでになってる人じゃなくてもうはた、ね、から見たらなんかシャキッとしてるように見え,て会話も成立て見えるけれども実は全然覚えてないという状況なくはないじゃないですか。 そうすると、相手方だなって、あんと契約したじゃんと言った言わない的なことになったりもします。で、えー、じゃあですよ、その後。ではそこで、えー、まあ、意思能力のないもの、その判断の能力が不十分なものを定型化して、まあですから、酔っ払いの場合には残念ながらそういう見た目で判断するしかないんですが、例えば、じゃあ別のケースで言うと、精神障害がある方、精神障害のある方で言うと、 で、えー、ご自身のことは分かってない状況の方でもはた、えー、から見たら、えーねあのー、普通に会話できる状況だったりなんかするとちょっとこれかえって混乱するんじゃないのという状況もなくはないです。ということでその後、えー、そういった場合ですね、えーあのー、定,型定型化してったらうの、まあ、未成年まだまだ経験が未熟です。 あとその後ろ、成年非後期に非補佐に非補助人ってありますがこれこの後やっていきますが、まあ、ざっくり言うと、精神障害の程度によってサポートを変えていきます。青年非後に非おさにというのはあこれも精神上の障害と思ってくださいだと、認知症のケースも多いですでその後ですね、えー、これらのものを保護するとともに取引の相手方を警戒させる必要がある。 そのため、えー、法はそれらのものに一定の保護監督者といたしまして、未成年の場合である親権者等々、かっこ飛びます。まあ、保護者、これをつけてそれらのものの行為、えー、能力不足を全面的に、または一部補充させることにし、それらのものが単独で行った法律行為は後から取り消すことができるものとしている。さっきちらっと言いましたが、じゃあ例えばですよ、15歳の A 君がおじいさんからロレックス号級腕時計をもらいました。 遊ぶ金欲しさにそのレレックスを売ってしまいました売ります買います契約成立するんですよ、ね、しかも15歳ですから意思能力持ってますね意思能力は小学校入学前後ぐらいで備わりますということはあ意思なき行為は無効にはならないんですよ幼稚園児だったら意思なき行為無効ですからあ、ね、当然に無効となるんですがじゃあ,あ意思なき行為は意思はあるんですよ ででもままだまだ未熟なんですよで、えー。そう考えるとじゃあ後から早まったと思ったお母さんに怒られたお父さんに怒られたってなったら申し訳ないんですがあ、ねあのね、親に黙って売っちゃったんですよそうすると取り消ささせてください。取り消しの効果って、えー、これも全体構造ありました訴求的無効でしょ。ってことは時計返してくれって言うわ,わけですよ。 でその後、このような制度を制限行為能力者制度と言いい逆に自らの行為によって法律行為の効果を確定的に自己に帰属させることができる能力のことを行為能力と言っていきます。まあ、なので、あのーねえー、まあ未成年者はまだまだ判断能力未熟だよねというところと、あと一定の精神障害の場合においては。 ねえー、例えば認知症だとかになってわからないで、まあ、あの家,の家に来た人に物ポンポンあげちゃうおばあちゃんとかいらっしゃったりするんですよ。そうすると、まあ、家の中から財産からかみたいなことになってしまってはこれ酷、えー、ですよね。 とということで必要に応じてサポートをつけましょうという形になってきます21ページからまたここから、ね、チェックの箇所を言っていくんですが、えー、21ページのチェックの箇所まず、えー、これはもうチェックするまでもないと思うんですが一応ですね横2番縦1番と1行目の真ん中まで民法は成年期を年齢18歳とするそれチェックしてくださいで、えー、これはあの、ねえー、去年ですね2022年の4月1日に成人年齢引き下げということで改正されましたね それ以前は20歳でしたよねで成人年齢18歳、えー、これ民法の4条の改正だったんです。民法4条がそれまではあ、ね、年齢20歳とするとなっていました、でそれが18歳に引き下げられましたというところですで、その下なんですが、年齢計算とかいいです、えー、カットしていただいて、えー、縦2番から下までチェックしてください、縦2番から下までチェック。縦2番からこのページ、下までチェック。 ねちょっと行き言っちゃいましょう。ね二十二ページです。二十二ページはえー、ちょっとここ飛び飛びになりまして、まず冒頭ね、えー、冒頭括弧一番の括弧 A の上までをチェックしてください。冒頭産業チェック。括弧一番の括弧 A までをチェック。で括弧 A ブロックカット。括弧 A ブロックカット。括弧 B から下までチェック。括弧 B から下までチェック。で欄外は星印一番チェック。欄外星印一番チェック。 で星印二番部分は下から十行目星印二番部分ですね、えー、下から十行目、えー、ここだけチェックしてほしいんですよ括弧二番のすぐ横あたりです、えー、関連の通知とは一定の事実の通知を言いますとそこだけチェックしてください何回ねで次二十三ページですが二十三ページは冒頭本文冒頭からですね本文冒頭から えー、下から一二三四五行目、下から五行目、下から五行目の、えー、撤回の意味が認められている六条二項までをチェックしてください。冒頭から、えー、下から六行目、五、えー、行目か下から五行目までをチェックです。で、ランは一番チェック二番カットです。欄外ガイ一番チェック二番カット。で、とりあえずこちらまでにしましょう。 で、21ページ戻ってみてください。じゃあ、ね,ね未成年18歳ですということになりまして、じゃあ,あね縦には見ていきましょう。行為能力の範囲といたしまして、未成年者の行為能力。ね、図表を見てください。原則取り消し丸ってありますよね。で、見てください。未成年者が法律行為をするには、あ、一旦切りますよ。法律行為って何でした法律行為の定義ですが、 これも全体構造でやったやつであの私さっきからね全体構造全体構造って言ってますが、えー、ここで全体構造でやったこと、えー、やばい全然覚えてないってことは残念ながら復習が足りなかったというところになりますからであのやばいつながらないってなったらその都度全体構造テキスト戻るなりして確認してほしいんですよでその時にさっき言った全体構造のテキストに法律行為とかだったら私講義の中でメモを入れていますでそこにメモが入ってるんだったらそこ読んで確認してほしいですし そういったところで,です、ね、あの一発で物にできる場合ばっかりじゃないはずなんですよですからあなんかそんな話あったよねといったところでも、えー、何度か繰り返していくうちに知識として定着していくのでですから、ね、あ全体構造の全体構造というのを意地悪で言っているわけではなくて、えー、あんな覚えてないんだったら向かないかやめなさいとか言うんじゃなくてで、えーあのそのえー、忘れたきっかけで戻って確認できればあ何度も何度もすり込んでいくと抜けにくくなるよと。 ただ、一発目の復習の時にああ、なんかそんな話あったよねと言っても忘れちゃったねっていう方だったらそこでおくがらずに戻って確認をすること。であと、えー、まあそれが全然もう足りないようだったら残念ながら今までの復習はちょっともう一回丁寧にやるように見直した方がいいよねというきっかけにしてほしいので、えー、なので全体構造でやった話基本的にインポ入ったらやりませんよと申し上げましたが、えー、まあそういったところで法律行為という言葉に関してはで、えー、定義で言うと。 意思表示を要素とする法律要件これが法律行為の定義でしたね意思表示を要素とする法律要件要件効果の要件の部分に意思表示メインで構成されてますよというのが法律行為ね契約だとかのことですよ意思表示を要素とする法律要件これが法律行為の定義です そうすると、えー、未成年者が契約などの法律行為をするには、法定代理の同意が必要です。ってことは、あね、同意なくして契約しちゃったらどうなるんですかとこ考えなきゃいけないんですよ。で、それがあ矢印、同意をしないで法律した法律行為は取り消すことができます。よって、15歳の A 君が高級腕時計を、えー、売ってしまいました。 親に黙って売ってしまったら図表12を見てててください。親に黙っっっ同意あの売ってしまったら、ね、この場合ですね、取り消すことができますがさあ、えー、見てください、えー、これはね、図表の上か、えー、図表12、法廷での同意がない場合であれば親に黙って売ってしまったらその契約、例えば売買ね。 レックスの時計を1万円で売っちゃったらその契約を取り消すことができますから取り消した結果契約は無効になるでしょ時計返してくれって言えちゃうんですよでもその下見てください図表13ですがで、えー、じゃあその時計の売買に親が同意を与えていました親が同意を与えてたってことはもうこの場合は残念ながら取り消すことはできないんですよ というのも、未成年者はまだまだ判断能力未熟だよね。未成年者は独断でやってしまったものはまだ未熟だからしょうがないと。えー、民法は未成年者、未熟な未成年者を保護したいっていうスタンスなんですよ。でも、親が同意を与えてるってことは、この場合、えー、親の判断、しっかりした判断があったわけですから、取り消されると、相手がだって迷惑被りますから。親が同意を与えていたのであれば取り消すことができませんと。 で一定の金額だとかが発生したりする計画だったりするとお、ね、同意が求められたりしますなので例えば、あのー、レックの講座とかでも未成年だったらあ親に同意もらってきてくださいと親にサインとかもらってきたりするんですね,ね一定の金額とか発生したりするし、ね、親からしてみたらそんなことやってる場合じゃないやろと学校の勉強しろとかいう親もいらっしゃるんですよそういった形です とということで、えー、同意がなかったら取り消すことができますよ取り消されると相手方お金ね物返したりしなきゃいけなかったりするので、えー、かえって相手方も混乱するよとですからあ、ね、明らかに若い方と契約をする場合には年齢確認とかして、えー、未成年者だったなら同意を求めるということであったりしますただ、じゃあ何でもかんでも同意必要ということになってしまうとあこれもかえって、えー、紛らわしいよねということで、えー、上の表を見てください。で じゃあ、契約の中でも、例外として取り消すことができないですというものが、取り消し罰な取り消しできないですというのが、右側見てください。次の行為は未成年者が単独で有効にすることができるといたしまして、丸一丸二丸三ってありますが、これね、ちょっと次のページやっていくので、次ページと書いておきましょう。例外として取り消すことができない。次ページと書いていただいて、次のページめくってください。<laughs> <梗 mam> で、括弧一1番原則ですが、えー、原則として、まあ今の話ね、えー、未成年者が契約等の法律行為をするには、その法定代理の同意を要し、同意をな,なした法律行為を取り消すことができると。で、じゃあ、まあ今ね、ざっくり親とか言いましたが、ね、えー、カッ B 見てください。括弧 A はもう飛ばしてもらって結構、括弧 B です。じゃあ、法定代理人って誰ですかっていうと、第一次的に親権者。 で、えー、第二次的に未成年後見人ってありますがここでですよ親権者という言葉ですが両親が婚姻中であればあ、ね、親権共同行使といいまして、えー、両親とも親権者ですだけれどもよくね,、えー、あのね離婚する際に親権をどっちか決めるって話聞いたことあると思うんですよ小さな子供がいる場合未成年の子供がいる状況で両親離婚する場合にはどちらかを親権者と決めてからじゃないとそもそも離婚届って受理されないんですね ととなりますと例えば、お父さんお母さんが離婚しました僕、まだ10歳なんですという状況で、えー、例えば、お父さん親権者ということになると、えー、10歳の子供が契約とかするんだったらあこの場合、お父さんの同意を取りなさい10歳とか15歳、ね、未成年者が契約するんだったら親権者の同意ですから。 であと第二次責任の未成年後見人っていうのは例えばね、えー、じゃあ僕15歳なんだけれども両親が交通事故で亡くなってしまいました両親いなくなったら親権者いないでしょそういった場合にまあ要は親代わりをする人のことを未成年後見人と言っていくんですよ例えば親戚のおじさんとかねおじいちゃんとかおばあちゃんが未成年後見人になったりすることがあります で子供に全員親権者ついてるとは限らないでしょうと、まあ、そういったケースが未成年後継人です。でそのあと、ね、C ですがじゃ同意ですが同意は目次でも良いまた取引の相手方に対してなされても良いってありますが例えばじゃあお父さんこの時計売ってもいいですかと言って、えー、お父さんが「はいいいよ」と言ったらその同意は明治の意思表示です。 明治目次って全体こそですね。目次っていうのは、いいって聞いたら黙ってうなずいた。そうすると、それも同意ありと。目次の意思をしね。また、取引の相手方に対するなされても良いっていうのは、あ例えばね、ねあのうちの息子に一生懸命アルバイトでお金を貯めて、えー、で、バイク買うんだみたいなこと言ってると。 で、バイク屋さんに行きました。で、親には特に聞かれてないけれども、あとあと取り消しとかになったりするとバイク屋さんに悪いから、で、バイク屋さんに親が直接電話をかけて、うちの息子が行きますからよろしくと。で、親としては同意しますので、と。言っていたならば、ああね、親の判断ある上での売買契約でしょ。だから後から取り消されることもないよね、と。 あと、ねえー、カでですが、取り消すことができるというのは未成年者またはその法定代理の一方的意思用事によってその行為が始めから効力を有しなかった。つまり、取り消しって遡って無効になる。訴求的無効という効果でしょで、そして、その後です。えー、未成年者が取り消す場合でも法定代理の同意を要しないとありまして、そこ過去問がね、えー、あの、こ後ろにば、あの、平成何年とか書いてあるのはこれ過去問の番号です。 えちなみに、えーこね、過去問出てくるたびにこれ引いて見なくていいです見たところであ出てる出てるうんそうだそうだ同じものを確認するだけなので、えー、過去問番号出てきた時に、えー、そこだけピンポイントでその過去問に当たんなくていいですまあただあね、えー、こんな風にしょっちゅう出てるものもあれば、えー、過去問が乗っかってるものはそうか過去問番号乗っかってるあ過去問で過去に出たことあるもんねでこれ言いたいたのは 未成年者が取り消す場合でも法廷代理りの同意を要しないつまり、えーね、親に黙って契約をしました取り消すことができるんですがただあ親にやべえなと思った絶対これ言うと怒られるから自分で取り消そうと思った自分で取り消す時にその取り消しの意思を示に親の同意がいりますかって言うといらないですと自分自身で取り消すこともできますが自分自身で取り消す時に、えー、親の同意いりますかって言うとそれはいらない じゃあ、えー、このように、えー、ね、法定代理人の同意を得ましょうってのはあ、判断能力未熟な未成年者をしたいっていう趣旨なんですよ。ならば、括弧2番の例外です。で、未成年者の利益を害しないか、または法定代理の包括的同意があると認められるような次の行為は未成年者も単独で行うことができる。いいですか単独で行うことができるってのは、親に黙って契約を締結しても完全に有効です。完全に有効。 じゃあね、A、えー。単に権利を得、または義務を免れるで言いますと、見ていきましょう。で、単に権利を得るってことは、えー、ものをもらうだけ。義務を免れるっていうのはあ、ね、義務がなくなるんだったら未成年者にとって悪い話じゃないよねってことなんです。見ていきましょう。まず、丸一番。負担のない贈与を受ける。負担付き贈与を受けるってありますが、で贈与は、ただ単にもらうだけの贈与もあれば、 そここに負担が伴うってことがあるんですよで例えばねじゃあ未成年者がお隣のおじさんから「車あげる」って言われました「えマジこの車くれんすか?」と「俺頑張って免許取ります」とか言っちゃってもですよ「車あげるけどその代わりうちのマンサーの世話してくれ」と。 つまりもらうだけじゃない、ただより高いものはないと言いますが、えー、負担付き贈与でいうと負担の程度以下によってはこれもらわない方がいいよねってこともなくはないんです。たただだだ単にもらうだけだったらうけっ負担のない贈与です。でも、えーね、負担付き贈与だったらその負担の程度以下によってはあこれ贈与あもらっちゃダメだろうというものもあったりします。贈与は契約です。 でえー、こういった場合、えー、単にもらうだけだったら一切不利益ないでしょだけれども、えーね、負担付き贈与だったら負担の程度以下によってはこれ、えーねえー、安易にやらない方がいいよねってこともありますからこの場合罰がついてるのは単独では不可っていうのは取り消しの問題が生じると完璧に有効な契約をするためには単独じゃ無理ですといったものがあこの罰がついてるやつ 負担のない贈与を受けるんだったら不利益ないでしょなので負担のない贈与するだったらだめですよ上げる側ですからじゃあ、二番え異です。負担のない贈与を受ける負担付き贈与を受けるのも一番と同種字ですよ贈与、えーね、を受けるというのはもらう側です。 遺言による贈与をもらう側ですが負担ないんだったらただ黙ってもらっておけばいいんですが、ねえーえー、負担付きだったらやっぱこれもあ、ね、負担の程度以下によっては一人で簡単にやってもらっちゃ困るよとあと、丸三番ですがこれ、ね、丸二番と比較してください負担のない遺贈の放棄とありますが遺贈ってですね黙ってもらえるんですがあ、まあ、結構ですというふうに断ることができますそれが放棄です。 ね、じゃあね負担のない依存を放棄する負担付き依存を放棄するこれ気をつけて両方とも罰ついてるでしょ上の1、つと違って三番って両方とも罰ついておりますがこれは単独でやってもらっちゃ困りますよどういうことかとといいうと負担のないを放棄するってことは黙ってりゃもらえるのでそれは手放すことになります手放すことになるってことは安易にこの手放すという行為を、ね、単独で認めるべきではない。 これ未成年者の雰囲気になるでしょ。であと負担次以上の放棄だったらどうですかっていうとこれ負担の程度が軽いんだったらもらっときいいじゃんってなるでしょ負担の程度以下によっては放棄すべきじゃなかったねってこともあるんですよでいいですかこれ何,で問題何を問題にしてるんですか罰がついてるってことはこの場合親権者の同意がなかったら取り消すことができると。 罰がついてるってことは完璧に有効にするためには親権者の同意が必要ですねなんですよ。じゃあ、四番ですが債務の免除を受けるに関してはあ、ね、単独で可能とありますがこれはあ、ねえー、債務の免除を受けるってことはもともと未成年者が債務を負ってる状態なんですよ。まあ、ざっくり言うとチャラにしてやるとを言われる側なんです。じゃあね、例えばですよ。 未成年者が、えー、未成年者が自転車を買ったとしましょうか。未成年者が自転車屋さんで自転車を買いました。で、結構高い自転車。例えばですよ。えー、5万円ぐらいの自転車を買ったんですよ。一生懸命アルバイトをしてお金を貯めるからと言って自転車をこう買うことにしました。自転車の売買に関しては、親の同意をもらってます。自転車の売買に関しては、親の同意をもらっているので、その売買契約は確定的に有効なんです。そうすると、これね、ね例えばですよ。 じゃあ自転車屋さ,、えーねあのー、さんが A としましょう、えー、自転車、まあ、店ね、自転車屋さん A です、でそして未成年者 B、えー、未成年者 B が自転車屋さんから自転車買いました、で自転車代金5万円です。うん、未成年者 B は5万の債務を負っている状態です。 でいいですか。くどいようですがもともとの売買契約は親の同意をもらってるんですですから売買代金5万円はもう確定的に有効な債券な債んです。じゃあこうですよで未成年者 B は5万の債務つまり一生懸命アルバイト頑張ってで A に5万返さなきゃいけないんですがこうですよ、えーね。例えば B がいろいろね,あのねいい行いをしてるってことを知った店屋さんが自転車屋さんがで、えー「君頑張ってるからこの間の5万さあれいいよ」と。 いう,ふうに債務の免除ねえね A の側から結構ですよと逆に言うと B からしてみたら債務の免除受けるでしょ、ね、この5万を払わなくていいですよ債務の免除 A がする B が受ける債務の免除受けるんだったらこれ B にとって5万払わなくて済むって話ですからラッキーな話ね未成年者とって悪い話じゃないじゃないですか 債務の免除を受けるのに親の同意はいらないよねとあくまでも、えー、未熟な未成年者を、ねえー、保護したいこれは別に保護いらないでしょ債務免除を受けるんだったらでこれがタイトルね義務を免れる行為だから単に義務を免れるだけだったら別に親権者の同意はいらないと。 ただえー、丸五番、債権の弁済を受ける同じ受けるでも債権の弁済を受けるのがなんで単独じゃだめなんですかっていうとその弁済行為がきちんとなされたものなのかどうなのかを確認する必要があるんですよ。なんでかっていうと債権の弁済を受けちゃうと事領書とか発行しちゃうと後からあ、ね、受け取って受け取ってねみたいなものになってしまうんですよ。債権の弁済を受けるということは債権を失ってしまう行為なんです。 債債の弁をを受けるるっっててことは債権を失ってしまう行為にあたるんですそれがきちんとなされたものなのかどうかを確認する必要があるんですよって債権の弁債を受けるのは単独ではダメですと。でじゃあ丸六番ですが使用貸借とありますがでこの使用貸借ってですねただで物を貸す借りる契約のことを使用貸借と言います。 使用貸借はタダで借りる契約、タダで貸す契約。ちなみにお金払って借りるんだったら賃貸借なんですよ。お金払って借りるんだったら賃貸借。えー、ね、タダで借りる場合は使用貸借と言っていきます。じゃあこれですよ。使用貸借バツってなってますよね。タダで借りられるんだったら別にいいじゃんって思うかもしれませんが、ただ借りるってことは返す義務が発生する。 ただで借りるんだったらいいじゃんって思うかもしれませんただあ借りるってことは返す義務が発生してるそしてまた借りてる間目的物をきちんと管理しなければならないというね保管義務も生じますつまりただ、えー、で借りると言っても、えー、借りる側にも義務があるんですよって 単に権利を得るまたたは義務をを免れるるににらないんですよ。単に権利を得るか義務を免れるんだったらこの場合法廷代理の同意はいらないんですでもただで借りるってことは返還義務を負ってしまいまいす。新たな義務を負担することになるからもちろんただで貸す側もその間自分は使えないので貸す側も借りる側も単独ではできません。 あと、丸七番ですが、丸七番、相続の承認とか放棄ってありますが、この相続の承認とか放棄、相続放棄は全体構造3回目でやりましたが、相続を承認するってことは、で、えー、まあ、権利義務をひっくるめて受け継ぎますということを認める行為なんですが、でも、例えば、父親が借金まみれですと言った場合、むしろ相続放棄をした方が良かったりしますよね。でも、認めちゃったらもう相続放棄できないんですよ。 でも、うんね、この場合相続を承認するにしても放棄するにしてもやはり、ね、判断能力きちんとしたものの正常なあ、ね、そこの関与が必要と,ということになりまして相続の承認内視や放棄は未成年者はまだまだ未熟ですから単独ではデメですということになります。 でこのようにですね、えーまああの、原則的には法律行為をするには法定代理りの同意が必要です。でも単に権利を得るまたは義務を免れる行為はあ、ねえー、単独でもできちゃいますと。続きまして今度23ページ行ってください。で23ページですが、えー、今度ね、括、え、弧、ー、B です。では、 これ単に権利を免れる義務を免れるあの、単に権利を得る義務を免れるじゃないんですが、カッ B 見てください。例外です。法廷代理人が目的を定めて処分を許した財産をその目的の範囲内で処分し、また目的を定めない処分を許した財産を処分する行為に関しても同意はいらないんですが、これ何なのかっていうと、欄外見てください。法廷代理人が目的を定めて処分を許した財産とは、旅費、学費のことである。 あと、目的を定めないショベルを支えさんとは、小遣い銭等のことですってありますが、じゃあね、例えばですよ、えー、っとですね、参考書代として、えー、参考書買っといでと、参考書買っといでってことで参考書代として、えー、例えばそうですね、えー、5000円、えー、親からもらいました。じゃあですよ、その5000円を使って、えー、じゃあ、どの本屋で参考書を買おうかとか、あどの参考書買おうか,かまた、ねえー、A という冊し、B という冊し、どれ買おうか、 で参考書を購入する5000円を使うと範囲においては本屋さんで本を買うときにいちいち、ねえー例えば、三政堂のなんとか買っていいとかどこそこの書店で買っていいとかあっていうことでいちいち了解もらわなくていいんですと、ね、どこの本屋で買うかどうかに関しても少なくとも参考書代として5000円渡されてるのであれば参考書をどこかで購入するということについて親 OK してるわけでしょ。 あと、目的を定めないでで言うと、お小遣いとか、お年玉とかですよ。まあ、いいとこ無駄遣いすんなよぐらいな形で、ねえー、じゃあお年玉1万円もらいました。1万円をどう使うか、そこはもうね、えー、自由ですから。ね、1万円を使って、じゃあね、例えば服を買おうとか、あねえー、な,な,なんかを買おうと、もうそれは自由ですと。ですからまあ、これも事前の包括的な同意があると考えるんですよ。 あと、えー、本文、C です。で、C ってちょっと特殊なんですが法廷代理人から一種または数種の営業を許された未成年者の営業に関する行為とありますが営業って何ですかっていうと例えばね、あのーねえー、実家は、まあ、いろいろ商店をやってるんですと実家はいろいろ商店やってます雑貨店だとか青果店だとかあ肉や魚やとかいろんな商店をやってるんですと。 じゃあそこでですよ、えーねえー、あのうちの息子はあ、ね、小さな頃から雑貨屋を手伝っていました雑貨屋を手伝っていて、ね、その雑貨屋に関してはもう仕入れもねずっと小さい頃から見てるんですとで、えー、ゆくゆくは僕は後を継ごうと思っていたで、えー、じゃあ17歳でもう僕高校卒業したからもうね、えー、卒業したらもう全部やるよとでも,うもう、ね、小さな頃からやってる仕入れも販売も全部見てきてるんですよ なんなら発注とかまでね、えー、あの、16歳ぐらいからやってるというような状況で、17歳の未成年者に親がこの雑貨屋をお前に任せると言ったんですよ。雑貨屋はお前に任せると言ったならば、そのえ雑貨の仕入れも販売も全部契約でしょ。でも雑貨屋を任せると営業許可をしたのであれば、雑貨屋関連の契約はもう一人前ですと。 これがね営業、許された営業に関する行為ですから仕入れも販売も,、えー、もう単独で完璧に有効ですこれは取引の相手方の取引安全と未成年者の活動の保護との徴用を図った規定であるしたがってこの場合には許可の範囲内で法廷である同意権代理権がともに消滅するですから、えー、同意をもらってやってもいいし1人でやってもいいですよじゃないですよもう雑貨屋さんに関してはもう一人前と考えます で、えー、その後ですね、えー、じゃあ営業とは広く営利を目的とする独立バイトとかじゃないんですよ、えー、雇用されてるだけでは不十分でまあ要は雑貨屋の店主として仕入れも販売も自分の判断で仕切、えー、ってますとでなので、えー、その後ね一種または数種とは取引単位としての特定の営業という意味であるというところなんですが例えばね雑貨屋さんを任せますだったらこれ一種なんですよ 雑貨屋さんと花屋さんもお前やんなさいこれが数種ですで、括弧、えー、ただ注意が必要な一個の営業の一部に限定して許可することはできないというのは仕入れはダメだよ販売だったらいいよとか、まあ、ダメなんですねもう許可するんだったらもう仕入れも販売も雑貨屋全部です ではその後ですね、法定代理人には許可の撤回とありますが、この撤回に関してですが、ねちょっとねここに、えー、ノートのページ書いてください、えー。ノート10ページと書いてみてください。撤回ノート10ページです。撤回ノート10ページ。ノート10ページを出してみてください。 ノート十ページの上です。で、実はこのね、撤回っ,って、あの、後ろの方に出てくるやつなんですが、えー、ノート十ページです。あの、体験の方は載ってないと思います。 で撤回のところなんですがでこの撤回に関してはいいですか意思表示をした者がその効果を将来に向かって消滅させることでいいですか取り消しは訴求項でしたね取り消しは訴求項でしたが撤回は将来項なんですよ例えば気が変わったから辞めるなんて書いてありますがただ今回ね例えばですよじゃあ、えー、未成年者十17歳の誕生日に、えー、営業許可をしました営業許可をしてこいつなら大丈夫だろうと思って17歳で営業許可したんですよ だけれどもただやっぱちょっと早かったかとでいらんものまで仕入れてきてるとかあめちゃめちゃ安いんでなんで販売してるだとかあやっぱねお前に任せる早かったかと思ったら営業許可を撤回すすることができます撤回したら初急行じゃなくて将来的にもう駄目ですと。ね。なので、えーね、取り消しは初急行だけど撤回 会は将来的に消滅させる行為将来行為ですってことは17歳の誕生日に雑貨屋の営業許可をもらったんですがでそこで営業許可をもらって未成年者いい気になってあれこれ好きかってやっててで、えー、半年ぐらい経った時点でお前に早かったかと思ったら営業許可を撤回すれば将来的には単独でもうできなくなりますよでここでもしね訴求行認めちゃうと大変なんですよ 職域を認めてしまうと一人前だと思って取引先はその、ね、取引に応じたのにやっぱり取消さん撤回されました訴求法ですみたいなことを言われると今までのこの話が全部ひっくり返っちゃうでしょ相手方の取引は安全外することになりますから撤回はできるでもそれは将来以なので今後は単独でできなくなります でこの撤回に関しては今ね、ね気が変わったからなんて書いてありますがであの他のところではそうなんですが今回だってあお,前お前にね早かったかと親の気が変わったわけでしょお前にはまだ早かったと思ってこの営業許可を撤回しますと,と。で、この時ね気をつけてください。で 今回、えー、撤回は将来以降なんですがこの撤回は明文規定がある場合のみというところなんですがただねこの営業許可はあ、ねえー、条文には取り消しって書いてあるんですよ。でちょっとね、えー、6条出してみてください。えー、民法6条です。 法じゃあちょっとね、えーえー、6条の1項2項1項から見ていきます未成年者の営業許可、えー、1項一種または数種の営業を許された未成年者はその営業に関しては成年者と同一の行為能力を有する成年者と同一ってことはいちいち同意なくして完璧に有効ですとで2項です全項の場合において全項っていうのは営業許可をもらった場合ね においてその後未成年者がその営業に耐えることができない自由がある時はもうほぼほぼお前には早かったとお前じゃ無理だと思ったならば法廷代理人は第4編親族の規定にがいてありますがもう第4編はとりあえずいいです法廷代理人親はその許可を取り消しまたは制限することができるってありますがこの取り消しは訴求項ある取り消しじゃなくて意味合い的には将来項の撤回の意味なんですよ。 ですからあ六法にはあこのね取り消しのところに撤回って一言メモリといった方がいいと思います。民法でいう普通の取り消しは訴求項の意味なんですがここは訴求項じゃなくて、えー、将来項の撤回の意味なんです。ね民法の条文変えちゃえばいいのにと思うんですがこれ変えてないんですね。えー、なので、えー、ここはもう撤回と読んでください。通常取り消しって言ったら訴求項のはずなんですよ。 あのこれねそんなに多くはないです。でそれがね、えー、まああのね、えー、撤回に関してはあねあのねアイニアされてまちゃ困るということで撤回をできるんだったら条文規定が必要ですが、えー、このね六条の部分に関してはあね条文上取り消しとなっておりますが事実上撤回の意味です。でブレックス戻ってみてください。これが今の話ね。 法定理には許可の撤回が認められているというとことなんですが、えーね、ここにもメモってます条文上は取り消しとなっていますが通常の取り消しだったら訴求項を持っちゃいますからそれは困るということで、えー、将来に向かってのみず効力を生じる性質の撤回の意味これが認められていますよとで。続きまして今度24ページからですが。 でチェックの箇所をちょっと申し上げていきましょう、えー、24から、えーっとですね、32ページまで全チェックです、えー、24ページから32ページまで全チェック24ページから32ページ全チェック33ページですが上の、ね、縦4ブロックカット縦5以下チェックです であの24から32ページまで全チェックなんですがで結構、全チェックが多岐にわたるページがありますので講義の中で何とかから何とか全チェックって言ったらページ数が多い時は手元に何かメモってくださいあの、ねえー、多い時だと、えーまあ、30ページも一気にチェックってこともあるんですよで、その時皆さんが2三3 0ページ全部チェックマーク入れるのに、えー、ちょっと待つ時間はないので。 えー、お手元にメモか何か入れていただいて、えー、多いページの時には手元にメモか何か入れてください、えー、24から32全チェック33ページは上半分カット縦5以下チェックです、えー、縦5以下チェック欄外はカットですで次ですが34から36全チェックです、えー、34から36全チェックとりあえずここメモっていただいて、えー、戻りましょう24ページです では、まあ、ここまでが未成年者の保護をしましょうというのが話でしたが今度は24ページから横3番精神上の障害に基づく制限行為能力者制度とありましてでこの精神障害の制限行為能力者制度ですが、まあ、理解としては認知症だとかをイメージしてみると理解いや、分かりやすいんじゃないかなと思います。で認知知症も程度があるってご存知ですよね まあもうほぼほぼわからない状態の方もいれば波があったりすることもありますであの実際、ですねあの私が実務やってたころにいらした方があのもう大体話わかるんですよ、えー、何ならですよあのその方で、ね、昔、経理のお仕事とかされてた方でですね数字にはめっぽう強いんですなんなら数字を覚えるのめちゃめちゃ得意なんです。えー、けれども あのね、日付とか電話番号とか覚えるの結構得意な方なんですがただあ,、ね、ある程度ところどころスポンと抜けたりするんですよですから割と普通に喋れるんですがただたまに分からなくなってしまったりだとか大体分かるんですがそういった時にも数字関連の話は強かったりとかされ方いるんですねだけれども、えー、その後お一人に住まれててあの家に来た人をもてなしたいという気持ちが強かったりで、えー、いろんなものをあげちゃったりするんですよ でえー、あのねセールスマンとか家にあげちゃあのあげちゃってですねね、えー、そしてなんか変な契約したりするんですよえー、そうするとあのそうですね、えー、あのまあ悪いやからっていっぱいいましてなんかねそのセールスマンとかであの聞いたことありませんあの家の玄関とかにセールスマン同士でなんかマークつけたりするこの家ちょろいぞマークみたいなあいるんですよそういう悪いやからいるんですよえー、ここはセールスマンと話を聞いてくれると。 あの最近ねあの最近の,その悪いやからたちはその、ね、振り込み詐欺的な方向に売ってるのであんまりねあの訪問販売的なものっていうのは,は数は減ってるらしいんですがただあの例えばそのリフォーム詐欺とかね、えー、訪問販売の鍋セットを羽毛布団を買わせるとかうんっていうところで家に訪ねてって話聞いてくれるぞ的な家っていうのはですねあのなんかそのね玄関なんか分かるようなその人たちが分かるようになんかねマークとか印とか付けたりする,るらしいんですよ。 とすると、で、ね、えー、まあ、あの、その方は、あの、お一人で住まわれたんですが、あの、近くにアパートを持ちだったんですね。アパートを持ってて、あの、ね、その方は身寄りがな、身寄り、あの、要は、今さんがいらっしゃらなくて、ですね。あの、えー、っと、遠くにですね、遠方に妹さんがいらっしゃると。で、あの、旦那さんも他界されてて。 ね、お子さんいらっしゃらなくてという状況でですね妹さんがいらっしゃるとであのたまに妹さんがあねあの訪ねてくるんだけれどもでそこで、ですよそこに、ね、依頼があった経緯っていうのがなんか知らないその、ね、あの契約書があって、えー、そのリフォームの契約書が置いてあって「であ,のね、あら、お姉さんどうしたの?」とか言ったら。 あね、あのそれ直してくれるって言ったのよみたいな感じでそのリフォーム契約でですねあのな,んならリフォームしましょうみたいな形でもう鍵とか預けちゃって、ね、とんでもない金額の請求が来たとこれやばいと、ね、ご本人はいやもう必要だからみたいなあ、ね、あのいう状況で、ねあのね、リフォーム契約の金額もでかいんですよ、ね、それも確かにね古いもうね,あのね傷んでるような状況だったらリフォーム必要なのかもしれませんが。 いいらないリフォーム契約をまあね全然あの普通のアパートなんですよシステムキッチンに変えたりだとかそこまでしなくていいでしょうみたいなうん契約だとかを締結しちゃったりすると契約を締結するってことは支払い義務が生じるでしょだけれどもそういった状況でわからない人を利用して、えーねえー、契約を締結するっていうのはまずいだろうと。 いうことでじゃあそういった状況であればあ一定のこのようなサポートをつけることによってその契約を取り消すことができますとこういうふうにできたりするんです。で、えー、なので、まあ、それがね横3番タイトル「精神上の障害に基づく制限行為の力者制度」と。ただ やはりですねその認知症の方も、まあねあのまあ、割と波があったりするしあの、ね、まだまだまだ初期の認知症の方もいらっしゃれば重度な認知症という状況もあったりはするんですよ。で民法の発想としてじゃあ認知症だったら何でもかんでも自分でできないようにしてしまえばいいのかというとそれはあやはりですねその方が生活しにくくなってしまう例えばですよじゃあ認知症の方だったらこういったサポートをつけましょうじゃあ何かするんだったら全部同意がないと取り消しですみたいなことをやっちゃうと相手方が 契約に応じてくくれなくなったりするでしょで、えー、例えばですよ弁当を1つ買うのも契約じゃないですか。となりますと、えー、弁当を買うのにも「あおばあちゃん認知症なんだよね」と「あね、あのお宅に売ったらあと、ね、から取り消されちゃうと困るんだよね」と相手がって契約に応じてくれなくなったりすることもある。ということでできる限りはご自身でやってほしいけれどもただあ財産的損失を伴うような行為はサポートつけた方がいいんじゃないかねと。 そしてまた認知症もやはり程度があったりしますよってちょっとね飛んでください32ページ32ページは書き込みこれを入れておりますで書き込みコピーあのこのページちょっとねあの後々まとめページで大事になってくるんですがであの実際ねこのね精神障害だとかを現実内中症で呼ぶのはこれは不適切だというのは分かっておりますがちょっとここは皆さんのご理解のためと思って割り切ってください。で 民法上の制限行為能力者でいうと未成年者立て率がさっきやったやつでそこで成年非後見人非補佐人非補助人のこに私大中小って書きましたでこれはあ、ね、精神障害の程度が大でそして真ん中の非補佐人は精神障害の程度が中でそしてまあ軽度のおー、ね、ケースでこれは認知症だけに限りません、えー、若年の方でも若い方でも精神障害という方はいらっしゃいます でじゃあここですよ、えー、この大中小の区分けなんですがで、えー、違いのところ、えー、色つけておりますがあ大成年後期の場合は精神上の障害による自理・弁識能力を書く状況つまりわからないのが常なんですと。でこれに対して真ん中中のケースは、えー、色違いでね著しく不十分ってなってますね。 一しく十分ってことは、常時わからないわけじゃないけれども、ただ、あちょっとね、中程度ですと。で、これに対して、軽度なものが不十分、一しくがついてないでしょ。まあ、初期の認知症だったりなんかすると右側のようなケースなんですよ。で、 このような場合においてですよ大中小で何が違うのか原則のところを見てください原則としてやはり大、えー、自理弁識能力を欠く状況の場合だと自ら法律行使することはできませんとでこれに対して中とか小は、えー、自らできますと。 そこの違いね。じゃあ、未成年者どうでした未成年者がやるんだったら、あ単独でもできるけれども、えー、ただあ、ねえー、完璧な法、完璧に有効な法律行為をするんだったら、事前に同意をもらいなさいでしょ法定代理の同意があれば単独でできますよと。ただ、未成年者の場合には、じゃあ何でもかんでも同意いるんですかって言うと、例外として、 単に権利を得るまたは義務を免れる。えで、ーね、そして許可された財産の処分、お小遣いとかね。あと、営業許可あった場合ね。それは単独で完璧に有効ですと。そういった違いでした。じゃあ、精神障害の場合だとどうでしょうかねで言うと、えー、青年後継、まあ、大の場合だと、えー、自らできないとは言うけれども、ただ、あね、それだと日常生活もままならないっていう状況になりますから、日用品の購入、その他日常生活に関する行為は単独でする。 取り消しの問題は生じないそうすればあ、ね、ご飯、えー、買ったりできるじゃないですか日常生活に関する行為でも何でもかんでもどう,いう必要いやいや何でもかんでもね代わ,代わりにやってもらいなさいだとこれは保護しすぎなんですよ保,保護しすぎて、えー、まあご飯食べられなくなっちゃうそれはまずいとこれに対して中とか小は、ね、一応自らできます うただ未成年者と同様で、えーねえー、ただこれちょっとまずかったねといったものは、あ例外として取り消すことができるとか、いう処理になってくるわけです。まあなので、この大中小によってサポートの程度を書いていきましょうってケースなんですが、じゃあね、えー、ちょっとそのまま、ね、隣の33ページなんですが、 これ、ね、チェックしてないところなんですが、えー、チェックしてないところ、一応こういう制度があるってことだけ知ってくださいで、これあの33ページのところ縦4番で任意婚権ってありますねで、これ今のね、民法上の制度とは別物なんですよで、ちょっとざっくり言うとですね、あのちょっと時系列の方で見ていきましょうこれね、任意婚権って何なのかというと将来、もしも私に何かあったらお願いしますっていうことを事前に契約しておくんですよ。 でえー、特にですね身内の方がでお近くにいる方だったらともかくとして例えば、あのー、いわゆる私が死んでも例えば周りには子供もいませんとか親、ね、えー、親兄弟もいませんだとか仮にいたとしても兄弟とは結構疎遠ですとあでもしくは子供いるんだけれども、えー、かえって子供に迷惑かけたくないと。 なったらどうするかっていうと,、えーとね、事前に契約を結んどくんですよ時系列あのこれはね覚えなくていいですよこういう制度があるってことは知っといてください任意貢献契約を締結するっていうのは自分がまだ正常なうちにもしも将来通常認知症です将来何かあったらその時にはサポートお願いしますねっていう契約を司法書士だとかだとかで結んどくんですよ で、そして、何もなかったらそれでよかったね、なんですが、で、精神障害。まあ、通常認知症が発症しました。ってなったら、で、その契約を締結しといた使用書士だとかがサポートにつくことになるんですが、認知症になったら直ちにですかってうそういうわけにいきません。で、そこで、一定の請求権者に公定、後権監督に、え、二に後見監督に選任請求と。裁判所が選んでもらいます。 そして監督人がついたならばそこから貢献が要はサポートが始まりますとそうすると、あのー、例えばね、あのー、司法書士が成年貢献の仕事って、まあ、まあ結構してるんですがで、えー、じゃ認知症になった後に司法書士がサポートにつくとその方の意思疎通ができないことが多かったりします重度の認知症だったりするとね。 で結構資産がある方だったりすると、えー、将来的にもしは自分わ分からない状況になった時にこうしたいと認知症になるまでは家で過ごしたいけれども、えー、もしも私がそういうような状況になった時にはこういった施設に入りたい例えばある程度施設見繕、ね、ってます海の近くがいいですとかねそういったあの、ね、例えばあの、ね、ち実家の地方に戻りたいとかねいろ、えー、んな要望を聞いておくそうするとじゃあ施設に入所するにも入所契約必要でしょ あとご高齢者だったりすると年金とかの諸手続きも必要なんですよでそういったご自身でもわからない状態になってしまった時には財産管理からあ、ね、サポートをお願いしますとで将来的にどうしたいですかっていう意思を、えー、ご確認しておくことができるのねそうするとあもしそうなった時にもその方の意思に沿ったサポートができるよね でもえー、認知症発症した後にサポートつこうとするとなかなかそこがうまくいかないケースもあったりするのでご自身の意向が確認できないんですよ、まあ、そういった意味で、えー、先に契約を締結しておいて何もなかったらいいんだけど、まあ、大体そういった場合はです、ね、任意公典契約を結んだ場合あの大体年一ぐらいでご意向変わりないですかとかっていうのを、ね、確認したりだとかで通常はその見守り契約みたいなものをつけたりするんですよ でえー、状況を伺って、えーね、その中で、えーね、意向に確認ないですかとかあと、まあ、そういった方だったりすると例えばね、えー、就活として遺言書を作ったりりすすることがあります遺言書だって一回作っても作り替えできるんですがその時にまあ気が変わったりなんかすると、ねえー、前回こうおっしゃってましたけども意向変わりないですかとかあと財産状況とかもいろいろ変化したりすることがあるので、えー、財産状況とか変化してるんだったらそのことも確認しておけば。 あの認知症になった後で司法書士がサポートをつくとまずその方に財産がどんだけあるのかを探し開けるのがめちゃめちゃ大変なんですよ。ねあのーまあ割とです、ね、あのこれ受かった後そういった研修いっぱいやってくることになるんですがあのご高齢者って家の中に財産あっちこっちに分散して、まあ、ある意味隠すんですよ。 そうするとあのとんでもないところから財産があの、まあ、タンスの中とか、ね、あのにまとまってもふとあの、ね、押し入れの中に入ってるんだったらまだかわいいんですよで、えー、かつて私じゃないんですが聞いた話だとあの、ねえー、そのおばあちゃんの、ね、認知症になりましたでこれこっちの方の契約じゃなくてね えー、民法上の制度で、えー、認知症になった後に事業者サタポートをつくことになって、えー、結構財産を持ちの方だったらね施設を見つけて、えー、その方施設に入っていただいてで今住んでるご自宅を売却するということになってじゃあ,あ自宅売却ってなると家の中のもの全部処分しなきゃいけないでしょ でそうすると、まああの,、ね、永遠の中の財産処分したりなんかする、まあ、その時にですよであの、ね、必要な財産と取っておくべきものとかいろいろ業者さんとか呼んでやるんですがである程度ひととり業者とか呼んでねあの,ね永遠の中のものをある程度処分しましたでそこで使用書士が、まあ、そこでね今とかで,です、ね、なんか座布団に座ってです、ねあのね、今後どうしましょうかねってそのご親戚の方とかと、えー、ね,なんかね今で座っている時に、えー、その座布団がなんかちょっとペリペリするなんだと思って座布団の中に。 ひっぺかしてみたら座布団のその布団の中に一万円札がこうな敷き詰めてあるとか、ね、とんでもないところにあ財産あったりするんですよ、えー、なので床下収納だとか全部その辺りから何度からあ全部、うんまあ、業者さんとか呼んで、まあ、ある程度そういったねあの使用者の研修だとかそういったこういったところにはありやすいよとか仏、えーねまあ、壇とかでは、ね、置かないんですよね、えー、とんでもないところにあったりするので。 そうすると、えーね、座布団の中とかちょっとねあのこういったところはちょっと意外に要注意よとかうっていうの座布団のケースは別によくあるケースじゃないらしいんですがただあ,ある程度その、ね、不安だとかも家の中にタンス預金的なもタンスとかには隠したりするのは通常なんですが、えー、そうじゃないところにもあったりはするので、ねあのまあ、そういったパターンは、まあねまあ、防げるよねと。 こういうところだったりで実際認知症になってしまったら、証書士がつく場合って、ですねあの口座の名義とかも、証書まあ代理人名義に書き換えちゃったりするであの、えー、で、あくまでも成年後期になって分かる状態で。だと、えー、当然、ですね招書士が、ね、財産いい処分してもらったり、えー、財,財産使い込んだりすると困るので、まあ、裁判所に一定の報告を上げたりだとかあ、っていうのはしたりするような形にはなってるんですが。 まあただ、少なくともその認知症になってしまった場合、その方に必要なサポートとして、で例えば、ああのそうですね、月一だとかで施設に入っている方であれば、施設に行って、その方の状況を伺ったりだとか、必要に応じて、まああのねえー、あの親族の方と連絡を取ったりだとか、というふうにしたりすることも多かったりはします。ということで、24ページ戻ってみてください。ここのちょっと図表だけはとしまいにします。で、えー、図表15なんですが、 成、ねえーまあ、年後見制度というのはそういった精神障害ある方をサポートしていきましょうという制度なんですが左側、成年後見、括弧抗議ってありますが広い意味で言うとさっきの任意貢献契約ね、の話、えー、これを含むんですがただ、この図表の下のところ任意貢献制度のところ33ページの上これが今見たやつなんですよ、えー、元気なうちに将来お願いしますねって契約を結んでおく。 でこれは民法上の制度じゃないんですよ、ニ婚コン献金役に関する法律、って特別法なので,でここは司法書試験には出ません、まあ、出たことないですしでただ、これ、かなり契約によってもうやり方違うので,で、ちょっと司法書試験には出しにくいというところもあって、でここは33ページの上のところは今、説明した制度があるよぐらいなので、そこは一応いいです。 で、えー、時間以降やっていくのが、民法上の制度としての貢献が、法定貢献。これ民法です。で、えー、そこには3種類ありまして、えー、左側ね、青年貢献、補佐、補助。で、青年貢献と名が付くの、貢献と名が付くのは、さっき言った大中小ですよ。大の部分だけが貢献なんですが、で、ただ、ああね、えー、この、補佐も補助もひっくるめて、えー、法定貢献制度と言ってい 大中小です。でちなみに、えー、ねサポートされる方本人の名称のことサポート受けるという意味で火がつきます。成年被保険人、被保険人、被保険人。サポートする人が保険人、補佐人、補助人。でじゃあね右側監督者ってありますが監督者は本人を見張る人じゃないんですよ。保護者が財産を使い込んだりしてないかどうか。 保成、えー、年後見監督人のところこれね849条って条文番号入れてくださいまあ要はさ、えー、すがにこの人ダメだよねっていう方があることがあるんですがでちなみにこの監督人をつけるかどうかはその保護者と本人の関係だったりして裁判所がつけるかどうかは決めます監督人が常につくわけじゃない裁判所は決めます ただこれらの話をもうちょっと突っ込んで次回講義以降を見ていきますなのでさっきのね33ページ32ページの表だとかも次回講義以降もうちょっと突っ込んでみていくので,で、えー、こちらで講義おしまいにいたしまして、えーねあのねえー、今度2回目の講義からあこの、ね、青年後見制度これを見ていくことにいたしましょう、えー、今回の範囲だとまだ解ける過去問はほとんどないので。 えー、とりあえず、えーあのねえー、生クラスの方も、ね、今生で受けている方はこのまま1時間後にまた2回目の講義に突入しますが、えー、一旦今日の今回の講義はこちらまでになります。それれでではお疲れ様でした